では、警告となりましたので、市民向け、新聞紙や大震災と復興の行方を開催いたします。皆さん、本日大変お忙しいチ、ご参加いただき、誠にありがとうございました。私は、香港公外大学のプーマンは、ケルルと申します。どうぞ、よろしくお願いします。ただいまより、海外式を行います。はじめに、 国際交流基金改編日本語教育専門家、斉藤誠よりご挨拶がございます。斉藤先生、よろしくお願いします。あはい、キャロル先生、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。おはようございます。大学えー、国際交流,流基金から、えー、香港に日本語教育専門家として派遣されております、斉藤誠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 えっとねあれから今年で10年を迎えるわけですね。えー、本当に何か早いという気がします。えっと香港からあの日本へたくさんの義援金ですとか、いろいろの援助をいただいているのを、えー、私もいろいろと意識しております。本当に皆さんありがとうございます。えっと私は実はあの実家が岩手県の盛岡市でして地震の当時は東京にいたんですけれど、あのその時に電話を あの、かけてもやっぱり通じず、そして、あのめ、送ったメールも夜になってやっと向こうに届いたみたいで、それから、あの、こちらに、私の方に返事があったのを、あの、よく覚えています。えー、それでその年に、ちょっと私、個人的な、ちょっと経験というか体験を、あの、シェアさせていただこうと思うんですが、あの、3月の震災の後で、あの、私は、えー、5月に実家へ帰りました。盛岡に帰りました。あの、 その後であので岩手の沿岸の方にある太郎町ですね、太郎に行きまして、そこで、えー、本当に町が何もなくなっていて、そして堤防の内側も全くののっ腹らみたいになっているというのを目の当たりにして、本当にあの何も魅力がついなかったのを、実は私はあの国際コ流クの派遣として、その後の6月からウクライナのキエフの大学へ派遣されました。 ウクライナでは、えー、ついて、えー、毎年です、ねあの、地震が発生した時間、えー、ウクライナ・キエフでは時差があるので、えー、3月11日の午前7時47分になるんですよね、あの7時半ごろにあの、キエフの街中にあに劇場があるんですが、あのキエフオペラやアカデミーなところなんですが、 そこにあの有志が集まって、ですね、そこであの祈りを捧げるというあの、みんなでろうそくを見て、というのを毎年そこであの行われていますで。私も参加していたんですけれど、あの本当にこう50人ぐらいですかね、ウクライナの方々が集まって、こう日本のために祈りを捧げているというのに、あの非常に感動しましたあの、痛みを分かち合ってくれているというのを実感していました。 街を、まあ、歩いていて、私が日本人だとわかると、こう涙を流して、あの頑張ってねとかいう感じで言ってくれるあの方とか、あの本当にいろいろいらっしゃいました。で、このケーフにはあの、まあ、ご存じの通り、えー、ウクライナはチェルノブイリ原発の事故があって、あのウクライナ語ではチョルノービルと言いますけれど、そこの、えっ、ー、と、ケーフには博物館があるんですね。で博物館でこの 事故で何が起きたのかというのを当時、疎遠当時はね、認定されていたわけですが、それがこう、あの独立して、ウクライナ独立して、この特別館を作ってあの、この悲劇を繰り返さないようにあの、市民に伝えるということをあのしているわけですね、えっと。こういったこの、まあ、この悲劇の経験ですとか、こういうことをこう後世に伝えるというのは、とっても大事なことだなというふうに私は思います。あのねこの 東日本大震災はもう今、小学生を忘れでにもう知らないということなんですよね。知らないというか経験していないということなんですよね。はい。なので、あの当事者、震災を経験した当事者と、この,その、ま、外の人というか、あの、話でしか聞いていない人というのは、やっぱりこう意識のギャップというのが、まあ、生じると思うので、こういうのを、こう、一方的なこう話じゃなくて、こう、何て言うんですか、お互い方双方向に対話しながら、 こう話していって、後世に伝えるとか、あの記録を残すという、そういった活動というのは本当にあの重要だなと思います。でも面倒な作業だと思うんですが、あの外国語教育でも実はあのこういった双方向の対話というのは、あの教育の中で非常に重要なファクターとあのなっています。ですので、このようなシンポジウムを通じて、あの対,話の対話によってこう伝えていくという作業をあの いろいろとこう進めていって、ことをこう期待して、あの、そしてこのシンポジウムのご成功をお祈りしまして、私の,あのご挨拶と感謝させていただきます。どうもありがとうございました。サイド先生、ありがとうございました。はい、続きましては、えー、在香港、日本国、総領事館、集席領事、高田真理さんからよりご挨拶がございます。はい、高田さん、よろしくお願いします。 はいえー、キャロルさん、えー、皆様おはようございます。えー、と聞こえますか聞こえますはい、えー、私は在,在香港日本国総領事館の首席領事やっております、高田と申します。えーえー、ジャパンファウンデーションの斉藤先生、えー、それから竹内誠一先生、鈴木先生、えー、それからその他の、えー、東北大学の先生をはじめとする新えご出席の皆様。 何よりも今日土曜日の議論に参加をしてくださっている香港それから日本の方々に心から御礼申し上げたいと思います土曜日にもかかわらず本当にありがとうございます本当に10年間早く過ぎてしまいましたあの東北地方を中心に未曾有の被害をもたらしてかけがえのない多くの命が失われてしまった東日本大震災から もう10年ととなるかと驚いておりますあっという間の10年でしたけれども、地震の爪痕というのはやはり大きくてですね、愛する人、親しい人々を失われた方々の心は完全に癒えているということはできず、私としても、相席の念に絶えない思いがございます。 こういったタイミングに、香港公開大学理科新専業新修学院が東北大学と共催をされて、大震災と復興の行方というテーマで市民向けに公開のウェブセミナーを本日開催されるということは、本当にタイミングよく授業を得たものじゃないかと思っております。とりわけですね。 えー、中心となってられるキャロル・プーン先生ですけどもご自分が東北大学におられたんですよね、えー、東北大学に留学をしておられたことから、えー、この度、えー、おそらくですけど奔走をされて、えー、知人の有識者の先生方々にあの広くお声がけをされて。 こ、えー、こんななな大大き規模な2日間ののウウェブシンポジウムの開催にこぎつけられました実はですねキャロル先生はあのこのコロナの状況でですもんねで,でもあの日本と香港の関わりに関心を持ってくださってまして、えー、日本の各自治体それから香港の自治体事務所いくつかあるんですけど、えー、そういったところをウェブでつないで、えー、日本周遊講座というのをやっておられましてで日本の文化を このえ厳しい状況の中でも紹介をしてくださってます、えー、我々領事館いつも先生には大変お世話になっております、えー、この度の、えー、キャロル先生の、えー、ご尽力にも本当に御礼を申し上げたいと思っております、えー、それから何よりも、えー、10年前に日本の被害に、えー、本当に心を寄せてくださって、えー、今日も こうやってシンポジウムに参加をしてくださっている香港の方々に、私は御礼を申し上げずにはいられません。というのは、実はですね、私、この地震があった10年前、ちょうど1回目の在勤で香港の領事館におりました、で担当がですね、香港の方々からの支援を受け取るというのが私の仕事でございました。 あの今でも忘れられませんけれども、本当に多くの香港の方々がもう日々、お電話とか、直接の来館とかで,です、ねえー、義援金を寄付されたり、貴重に来られたり、あるいはご助力とか、ボランティアのお申し出をいただいたり、あるいは中東追悼集会をやるから来てくださいといったようなお誘いとかです、ね、本当にさまざまな形で日本を支えて、寄り添ってくださったことを、私は忘れられません。 あの市民の方々からはですねそれこそ、えー、日本円だともう本当、億10億に近い、えー、単位の多額の現金をいただいております、えー、それから香港政府からは、えー、石巻とかですね岩きに、えー、靴下とかスープとかこんなものをいただくって夢にも思わなかったですけどね、えー、そういった物資を支援いただいております、えー、さらには覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、 えー、エリック・チャンさんとかです、ね、ジュディ・ヨングさんとかアグネス・チャンさんとかが、えー、もう大勢の日本、台湾それから香港の芸能人が集まっていただいてビクトリア・パークでチャリティーコンサートをやってくださったことがあるんですねでたったの2時間で2000万円以上もうすぐ集めてくださったっていうのがあってそういった思い出も本当に忘れられません、えー、私は日本政府今代表してますけど政府を代表しまして でえー、また一人の日本人としてですね、えー、あの時の香港の皆さんの、えー、日本への温かい関心と、えー、愛情に対しまして改めて心から御礼を申し上げたいと思っています日本という国ですけどもう常々これまでも地震をはじめとする自然災害に翻弄されてきた歴史がございます、えー、災害と向き合い災害とともに生きるというのが どうやら日本という国の歴史の宿命なんじゃないかと私は思っております10年前の東日本大震災の悲惨な教訓というのはこれは総括してもしきれないというところがありまして私たちはこれからも学び続けていかなければならないのではないかと思いますちょうど今全世界は日本も香港も含めてですけど新型コロナウイルス感染症が流行して すべ、えー、ての人々が苦しんでおられる状態,状態です、えー。こういった中でですね、えー、10年前の日本の大災害大震災をそれから復興を、えー、こういったセミナーの形で振り返るということ、えー、こういったシンポジウムで、えー、改めて振り返りの議論が行われるということは今のこの苦しんでいる世界にも何らかのヒントを、えー、与えてくださるような気がしてなりません。 今から行われる講演それから議論を私も心して拝聴したいと思っておりますということで私の簡単なご挨拶を終わりにしたいと思いますどうもありがとうございます今日はしたどうぞよろしくお願いいたします。高村先生ありがとうございました。はい最後、えー、香港公開大学リーカーセン請求修学院総督援よりご挨拶、えー、います。 はいよろしくお願いしいたまし Good m o r ま i n g ladies a n d gentlemen. It is my pleasure to represent the Open University of Hong Kong in welcoming participants to this conference. We are truly grateful for the financial support of the Japan Foundation and very much delighted to have the Consulate General of Japan in Hong Kong as a partner in hosting this event. This conference touches on the theme of recovery and reconstruction in the aftermath of the great East Japan earthquake that happened on the 11th of March 2011. Just last month, a similarly powerful quake shook the same area on Japan's east coast. Fortunately, this time there was no ensuing tsunami and the damage was largely contained. Nevertheless, it reminds us of the perilous nature of earthquakes where an aftershock can come 10 years after the main tremor has occurred. As Pacific Rim countries and regions, we share a common risk from the seismic activities of the Pacific Ring of Fire. So, when a natural disaster strikes, it is, it is necessary for us to show our concern and support to let the, the affected population know that they are not alone in this. I would like to extend my sympathy to those families affected by the recent quake and express my respect for the relief workers who are helping out on the ground. Having a conference like the current one to talk about recovery and reconstruction allows us to move our gaze. Beyond the rebuilding of physical infrastructure and regional economy, it allows us to look inside the character of humans as they face adversities, the social fabric which defines the strengths of communities, the political will of citizens as they wrestle with politicians to obtain attention for the funding of initiatives that could return prosperity to their desolated areas, and even the cultural transformation that has taken place. By the shifting demographics due to migration forces at work after na the natural disaster. As we study these phenomena, academics have to draw enormously from the liberal arts and the humanities, the disciplines of psychology, sociology, political science, and cultural studies, to describe and attach meanings to the way the process of re recovery and reconstruction has become an academic topic of its own right. Outside academia, Popular culture has already made attempts to define the impacts of the earthquake through films such as the 2016 Sheen Godzilla. This reminds me of what the American maritime historian Nathaniel Philbrick has said In all natural disasters through time, man needs to attach meaning to tragedy, no matter how random and inexplicable the event is. We are particularly privileged to have with us in this conference today. Several renowned authorities and scholars from leading universities in Japan to present the keynote and plenary lectures. On behalf of our school, Li Pace, which houses the OEHK Center for Japanese Language and Cultural Studies, I would like to thank you all for registering in this event. I hope that you will enjoy the lectures and presentations. Thank you and have a nice day.

joanna please help to take the screen cap okay so uh, if you are available we are inviting you to turn on your camera and we hope that you can take picture with us together okay is it okay um, joanna please let us know when we started to take picture <laughs> hi how about i say cheese okay one two three cheese もう一枚取りましょう。チーズ。はい、I suppose it would take a good picture. I think it is already okay. okay? 大丈夫皆さん大丈夫 <laughs> はい、時間ですから。Uh, これより、貴重講演を始めます。演題は再開と日本人、大戦災とトコ,ロコロナとコロナ禍、 えー、発表者は竹内誠一、東京大学の名誉教授。はい。えー、それではあ、先生、よろしくお願いします。発表時間は50分です。Q&A はまだ10分間がありますから、皆さん、ぜひ、ご、えーあ、はい。先生、どうぞよろしくお願いします。はい。えっと、竹内でございます。 私の専門は倫理学という学問でありまして、今日はその立場から大震災と震災の復興の行方ということで、最下と日本人というお話をさせていただきます。あのパワーポイントを使いながら進めてまいります。えー、っと。ちょっと待ってください。 えっとおまあ、東日本大震災からまもなくまあ10年を迎えるわけでありまして、えーまあ、マグニチュード9の大震災、えー、そしてまたそれに伴う津波で。先生、えー、またパワーポイントはまだ見えていないです。パワーポイント見えていいませんんか、はい、えっとごめんなさい はい、大丈夫です。OK、見えます。<laughs> 先生、ミュートマイ先生、声聞こえない。先生、ミュートを解除してお願いします。OK。はい。 もう一回まあそれまであったその普通の暮らしが一瞬にまあ持っていかれたわけでありまして、まあ、2万人を超える犠牲者を出したそういうその東日本大震災から10年経ったということであります。まあ,あのその復興作業、まあ、当然直後から始められたわけでありますが。 まあ道路とかあるいはあの鉄道についてはそうしたあの生活に密着したインフラの普及ということでまあ着実に進んできているだろうと思います。えー、まあ最大2万4千あったあの家宅住宅も活性住宅もあるいはそれが公,公営住宅にそしてまたそれぞれの自宅へとそのうちに住むことができるようになってきているわけであります。 まあこうしたそのインフラハード面での復興ではまあいろんな問題まだあるわけでありますがしかしともあれ着実に回復しているわけでありますがしかしこの右下の東電の第一原発の事故処理については全く例外的に復興は進んでいないわけでありましてまだその立ち入りが制限されている。 困難地域が7市町村もああるわけであります、まあ、この原発予行処理そのものもこれ廃炉に向かって相当なと取り組み毎日およそ4,000人がかかりきりになって進めながらそれでもなかなかその思うように作業が進んでいないとこの廃炉の行方を左右するその原子量内の 溶け落ちた燃料デブリですかこれを取り出すだけの作業それが、まあ、あの今年度は無理で来年度に伸ばしたというような報告も入ってきているわけでありますあるいはその毎日相当量出ているその放射能性物質をこの含んでいる処理水この蓄積ももう本当に目一杯のところになって 来年中にはもう溢れてしまうということでしかしその処理の基本方向もまだ決まっていないという状況であります。まあこの先何十年かかかるのかまさにその復興の行方を問うという今日のテーマにも即してもこの基本根本のところでの こうしたその心もとない状況は相当に大変なことだろうと思います。がともあれあの10年というこの節目をまあ迎え全体としてはまあ相当にまあ進んできた復興の現在において一体どういう状態でどういう問題があるのか。 そうしたことを諦めて尊い置くのは大事なことだろうと思います。で私の専門は申し上げましたように倫理学という学問でありますが、まあ、その分野から復興の行方ということになりますと、まあ、当然その日々を生きるその心や思いやそういうソフト面度の復興なり回復の問題 この一瞬にしてそれまであったところが失われたという人たちがそこから回復するとかあるいは立ち直るというのは本当に大変なことな,のなわけでありまして一体そのあたりのことをそのどう受け止められているのかそこにどういう問題があるのかそうした問題への問いになるだろうと思います。 まあ、しかし、こうした問題を扱うには、あのやはりデリケートな問題があるわけでありまして、実はあの2011年の3月当時、私はあの日本倫理学会の会長をしておりましたが、 翌年の,その大会共通課題として震災とと倫理を取り上げようといたしましたあしたかしその,その課題設定の議論の中である会員からはこのろくに被災地にも行ったことのない学者連中がその被災のことを倫理テーマとして語るそれはまさに野蛮なことではないかあるいは暴力ではないか。 という反論が出されました、まあその語りえないことにはそれとしてちょっと深くあれというそうしたその考え方でありましたがそうしたその議議に今度は反論してなぜそのことだけを今度の震災に言い募るのかと例えばその原爆投下でも水俣でもあるいはチェルノブイリでも そのように沈黙せざるを得ないのかというようなそうしたその反論も出てきました。まあ、これはの直後ということでそうした時間の問題あるいはその語り口の問題があったかと思いますがむしろこの時にはこの後半の意見でむしろこの時期に何もその語らないということがそれは一つの この問題だということでまあいろいろそうした議論もありまして結局は鷲田教香さんを中心に震災と倫理というテーマで、まあ、主にあの当事者性という問題を中心に議論をしていただきました、まあ、あのこの東日本大震災につきましては その後何度かのシンポジウムなり研究会なりで議論をいたしました東北大の方にも2度ほどお呼びいただき議論をいたしましたであと私が関わりましたのは2013年の12月三日に7日に行われました 1> あ3 1 1後の命を語る言葉を考える」というシンポジウムがありました。この,その死とせめぎ合うこの命の叫びや息遣いを一体言葉というのはどうつかみ取りどう語ってきたのかとその言葉にならないとか言葉に声にならないそういう過酷な現実を前に。 なおその言葉を立ち上げ言葉に収め取ろうとしてきたのかというあるいはそのしてこなかったのかというようなそうした問題を末木文彦さんとか田口ランディさんとか今日も今回もいらっしゃっている野江啓一さんなどと話し合いをいたしました。まあ でそもそもこういう問題設定をした背景には、まあ、先ほどの,その倫理学会で問題になったようなことも含めまして、えー、実はこれは全くの指示私事で恐縮なんですがこの震災後にある新聞に書いた私の文章をある方が ブログでかなり激しく批判をされたことがきっかけになっております。まあ結果としてそれはいろいろ考えさせられ私にとりましては有益なご批判だったわけでありましてこのあえてあのご紹介しておきたいと思いますが。 こういういご批判でした、えー、竹内誠一というとぼけた倫理学者がいるということを気書きになられまして物理学者や名随筆家の寺田トラヒコのエッセイを弾きながら「文明が進めば進むほど天然の防衛による災害がその戦列激烈の度を待つ」と竹内氏は言う「これは原発のことを含んだ言説なのだろうが当たり前すぎてクラクラする」。 あ、寺田は x 線の分野では世界的な権威者であったと結んでいる。寺田というある種の賢者の都合をけんを都合よく引用して自分の論の強化に使うだ。もっともっと血の出る思考と言葉を縛り出せ。 まあこの,あの最初のこの文明が進めば進むほど天然の防易による災害がその激烈の度を待つというこのことはあの決してあの当たり前すぎてクラクラすると言ってはしまえないあの重要な問題がまあ含まれておりますこのことはまた後で問題にしたいと思いますでこの私の文章があの 寺田は、積極線研究の分野で世界的な研究者であったと結んでいるというのは、別にその寺田の権威を借りたくて行ったわけではなくして、まあ、世界でもトップレベルの科学者でありました寺田自らがその科学そのもの。 その額の在り方そのものに対する疑義根本的な批判を述べていたということを示したくてそうしたつもりでありました、まあ、そこをですからあのミスリードされるとつらいんですが、まあ、それはともあれこの私の使った言葉この命を語る言葉が、まあ、その新聞ではあの儚さとかあるいは悲しさ あ、といったような。まあ、その命の有限性無力性の感情について。まあ、述べたわけでありますが。それがいかにもそのセンチメンタルな甘ったるい言葉に読めたんだろうと思います。まあ、しかし、儚さとか、その悲しみというのは。今でも論じ続けるべき大事な問題だと思っていますが。 しかしそのもっともっと血の出る思考と言葉を絞り出せと言われればそれはその通りでありまして特にこの当事者性の問題として考えればどこまでもそうとしか言いようのないことでありましてその点に関しましては全くあのじくじたる思いがいたしました。 でまあ、そこでこうした自己批判も含めましてさっきの倫理学会の課題設定の時の議論も合わせて3.115の命を語る言葉を考えるというシンポジウムを行ったわけであります。まあ、私の言葉はともあれ実際にしかしこういう問題においてまさにその血の出るような思考 と言葉を絞り出してきたそうした鮮烈な事例はいくつもありましたし逆にまたその「頑張ろう」とか「絆」とか「つながり」とかもちろんそれはそれ自体良き言葉として語り出されたものでありながら結果としてはあの空想で軽薄で何の換気力もない言葉になっていたような事例もたくさんあったわけであります。 まあ、さらに言えばそうした言葉がある種の暴力ある種の差折ご,ごまかしとして働いたというような事例もその多くあったわけであります、まあ。今日のこの大震災と復興の行方というテーマにおきましてもこうしたその言葉遣いの問題問題意識というのはそのまま有効でありまして。 改めて申し上げてきたようなことをも思い起こしながら考えていきたいと思います。言葉の問題から入ります。まあ震災当時またその後しばらくの議論の中ではあの震災という言葉が溢れていたように思います。まあ震災というのはその自然災害そのものではなく 人間が介在してその不注意や怠慢、不手際によって引き起こされた災害のことであります。もろんそうであるところは当然あるわけですし、とりわけその原発事故については、それはどれだけ強調してもしすぎることはないように思います。まあ、そうである限り責任が生じますし、 何よりも詳細な検証が求められたのは当たり前のことでありまして、まあ、国会の事故調査委員会が今度の原発事故は自然災害ではなく何より人災であるというふうに指摘したことは当然のことだろうと思いますしかしそうしたことをその十二分にその確認した上ででありますが その当時のあふれるほどのこの人災という言い方の中に私はある種の違和感を感じておりましたつまりその言い方の中にはいやいやをすれば今度の災難は人間が招いた災難であるがゆえにその責めは誰かが負うべきであり ということはその責めによって失われたものが補填回復するのだというようなニュアンスをまあ感じさせるものであったからであります。まあ今度のコロノカコロコロナ禍にもおいてにもその似たような感じを持っています。まあこの人災という言い方とは少し違うんですが。 この震災では想定外とか想定以上といった言葉がまあ繰り返し使われておりました。まあ確かにマグニチュード9.0というのは未曾有に近い想定外の規模であったかもしれませんが、少し災害の歴史を振り返ってみれば、この自然の想いは常にその想定外の暴力を持って我々を襲ってきたはずであります。 関東大震災でも伊豆湾台風でもその阪神・淡路大震災でもべていわば想定外だ,からだったからこそ何千何万という犠牲者が出たわけであります。まあ、東日本大震災以降の熊本,地震熊本地震でもあるいは中国九州の集中豪雨でも御嶽山の噴火でも同じでありまして。 全て想定外であったからこそ多くの犠牲者を出したということだろうと思います。にもかかわらずこの時想定外という言葉がこれだけその多く使われたのはもちろんその規模の大きさもあったわけですがそれと同時に今我々がその知らず知らずのうちにその想定しうるその現代文明の力 高度に発達した科学の力をいかに過信してきたかということを示しているように思います。じゃあ人災でない部分その想定の外のものは何かといえばこれは寺田虎彦が一貫してはっきりと人災と区別している天災のことであります。 自然のその自らのその力のことでありますまあ、この寺田がそうしたことを述べている最も彼にとっては有名な言葉があるわけでありますがあー寺田はこういうふうに言っております、えー、何度立ち返っても 立ち返って考える必要のある大事なものですのでここでも改めて確認をしていきたいと思います鴨の町名の法状況を利用し引用するまでもなく地震や風水の災禍に頻繁でしかも全く予測し難い国土に住む者にとっては天然の無常は遠い,遠い祖先からの遺伝的記憶となって五蔵六腑に染み渡っている これはあの昭和10年に書かれたものでありますが、まあ、直前に起きた昭和三陸地震や大正12年に起きた犠牲者を14万人出した関東大震災さらにはその明治29年の明治三陸地震、まあ、これも死者行方不明者2万2千人を出しているんですがこうした例を踏まえて寺田はこうしたその自然災害は あ我が国建国以来、えー、おそらくほぼ同様の頻度をもって繰り返されてきたことであろうあというふうにそれゆえそれが、まあ、遠い遠い祖先からの遺伝的記憶となって五蔵六腑に染め渡っているというふうに言っているわけであります。まあ無常というのはもともと仏教語で人間を含めてこの世界を作り上げているのは 全てその絶えず変化消滅していくのであって何一つ永遠にとどまるものはないという考え方であります。まあそれがこの日本のこうした地震や台風また刻々と変わりゆく四季折々の風景など日本の自然風土と相まって 独自のいわば民族的メンタリティとも言うべきものになってきたのであります。まあそうしたその無常から天皇年の無常と言っているわけでこの自然おのずからのその無常の力によるこの地震とか風水の災禍まあ北条期には その際、下に要はの疫病も含めておりますが、あ、そうしたものがまあ、この頻繁で、しかもその全く予測しがたい形であるんだあ、ということであります。まあ、ここが問題なんですよね。まあ、想定外というのはこの全く予測しがたいということでありますが。 しかし、それがその頻繁にあるということでありますから、あーまあ、つまりそういう本来ならば、その予測し難い日常の外にあるものが、頻繁という形で、この、うん、しょっちゅう、この我々の日常のうちに、この、起こってくる、襲ってくる、あということでありまして、 えそれはまあこの国土に住む者にとっては大変なまあことでありましてそれが天然の無常は遠い遠い祖先の昔から遺伝的記憶になって五蔵六腑に染み渡っているというようなやや大行な文章になっているわけであります。まあ、この小野塚野の働きがこの我々にとって全くその外の働き他の働き でありながらこの我々のその内部に染み込んだ内なる働きでもあるということこれは日本人のその大事な問題でありまして「おのずから」という言葉はそのことをその使用法においてまああの語っております。つまり この言葉はあの今後として引きますと「丸一自然の成り行きのままで当然にいい」という、まあ、あの現代の使い方と同じ意味で使われておりますが同時に「あの軍旗物語」などでは「万一偶然にいい」という無常の意味でも使われております。 のずからのことあらばというのはもし万一死んだならばという意味のことでありま,すまあこのまルイこのその万一偶然にいいというのはそれは全く予測のつかないあるいはどうすることもできないこの我々にとっての外なる働きのことでありまして えー、しかしそれがごく普通に頻繁に起こるということで一の自然の成り行きのままに当然にという働きに、まあ、重なってくるわけであります。本来はその矛盾する二つの働きが「一語おのずから」という言葉の中で重ねて、まあ、使って、まあ、いるわけであります。 つまり普段にないことが普段にあるあるいは毎日のことが今日あってもおかしくないというような、そういう言葉遣いをしていたわけでありますまあ、そこには人間の側からすれば毎日偶然だというふうに思われる事態もより高い次元である自然や宇宙の地平から見ればごくごくその当たり前の当然の成り行きなんだという説得でもあります そしてまたしかし当時にこのおのずからの出来事というのはこの自らの営み,とその自らの営みにはそのいかんともしがたいその働きとして働いてくるのだというそういう説得も含められているように思います。まあ、必ずずしもその地震とか風水のの災禍みならず ごく,ごく普通の我々の死などということもまさにそうしたおのずからの働きとして納得する以外にない事態のことであるわけでありましてその意味であの外の働き他の働きという自分にはどうにもならないこの不妙意の働きということになるわけであります。 まあ、そう申しましてもそれは必ずしても否定的な働きだけではないのでありまして、まあ、寺田が天然の無常といったその天然といいますのは、まあ、災害のみならず潤沢な日光や水といった生命を育む働きも含めての天然自然のことでもあります。そそうししたその恵みを享受しつつ また地震や風水のどうにもならない災禍を受けてきたのがこの国土の人間たちだということであります。しかしかといって無論我々の祖先たちもその他の植物や動物のように全く自然のおのからの働きに埋没しそれにただ一方的に従ってきた。 あというわけではないのでありましてまあ以上のことはあのここしばらく私も考えてきましたおのずからと自らの淡いという,う思考の枠組みの問題になります。えー まあその地震とか風水の災禍などを考えるにおいてもあるいはそこからの復興を考えるにおいてもこうしたそのおのずからと自らの淡いというのはそれなりに有効な視点があると思われますので改めて簡単にまとめて紹介しておきたいと思います。 おのずからというのはその他から力を食らえることなくそれ自身の力でがその元の意味であります。自然に独りでにということで宇宙天然のそのままのあり方のことであります。まあ、それは我々にとっては時には必然というふうにも捉えられたり時にはその偶然とも捉えられたりしているわけであります。 まあ申し上げておりますようにその地震とか風水とか疫病とそういった災禍のみならず申し上げているような豊かな日光や水分や四季折々の移り浮きもそれでありますし生き物がこの生まれ老い病を持って死ぬというこうした働きもそうでありますま。それらは基本的にに我々にとって不いであり 不可避であり、不可抗の働きであります。これが自ずからでありますが、次にそれと同時にこの我々にはこの自分自身の力を働かす自らという営みがあるわけであります。まあ、自らというのは、その自分自身の意思によって行うということであります。まあ、動物植物でもある環境の中で。 このおのずからの働きをはじめ、他なものに出会いながら、その一つの生き物として、それに立ち向かうというところに、それ自身の自らがあるかと思いますが、ここでいう自らというのは、特に人間の場合において使っております。まあ、それは人間という生き物のこの自己というものを中心に考える。そしてその自己の 欲望とか意志とか願いとか努力とか祈りといったようなそういうその人員技術のを含めての我々の営みのことであります。まあこの世のこの人生のさまざまな出来事というのは言ってみればこうしたこの匂いの。 この思い通りにしようとする自らの営みと不如意の思い通りにはならないその自ずからの働きの両方のせめぎ合いのあわいに起きているというふうに言っていいように思います。まあここであえてこのあわいという言葉を使っておりますが、まあ、間でもいいんですが。あーこの あえてその両者の動きのある関わり合いを表すということであえてこの言葉を使っております。A と B の間あの建物と建物の間といった時には建物がない部分1時間目と2時間目の間という時には1時間目も2時間目もない授業のない部分というような。 少しスタティックな印象がありますので、えー、あえてその「淡い」という言葉を使っているんですが「淡い」というのはあの岩波今後辞典によれば「あいあい」のつづまったものこっちから「会う」あっちから「会うの」のそれがぶつかり合った言葉の「愛いのつづまったものということでありまして、えー、向かい合った2つのものの出会いのその重なり混じり あるいは背き合い逆らうそういうその両方が乗ったりこの背いたりするそういうダイナミックな状態や関係を表す言葉であります。民俗学者の柳楽邦夫はこの「淡い」という言葉はそこから「あんばい」という言葉が出てきた大事な言葉であるから。 学問は、これから、この言葉を大事に育てていかなくてはならない。とも言っているわけであります。まあ、そうした、塩梅とも言い換えて、いい言葉であります。幕末の思想家、あ、二宮尊徳は、尊徳は。あの、多くの農村復興や開拓事業に、携わって。 あの合理的に算出された一定限度内で生活することといった分度とかあるいはそこから生じた余剰の富を社会に還元するという水上などということを進めて、まあ、次々とその復興を成功させた実践家としても知られておりますがその彼の基本にあるのは この自然の働きと人間の営みのそのまさに淡いに注目した考え方であります。彼は人の務めるべき人道をこのように水車に例えて説明しているわけであります。それ人道は例えば水車のごとしその半分は水流に従い 半分は水流に逆ろうて輪ネすまるに水中にいれば回らずして流るべし。また水を離れれば回ることあるべからず。まあ、彼は人道というのは人間が立てるものだ。あるいは人道というのは作為の道であるからして自然の道ではない。 というふうにも一方では言っているんですがしかしなおその人道というのは例えば水車のごときものだというふうにこういうふうに説明しているわけですね。えつまりその半分は天道この場合には水,水の流れでありますがその天道に従い半分はそれに逆らうそのことによってこの水車は回るんだと。 まあ流れに全的に飲み込まれてしまえば回らないし、まあ、離れてしまえば無論回らないと半分従い半分逆らうまさにその両者のあわいの中で初めて人道というものが形成されてくるんだそういう考え方であります。まあ、先ほど申しし上げましたようななのあの幕末の様々な この農村復興の改革に向かう。その思想の根本に。こうした考え方があったわけであります。まあ、こういうこの自らと自らの淡いという考え方は。このよく言われる自然と自己とか、あるいは自然と作為とか。自然と人口といったような。 固定したその概念としての二項対立を考えることではありません。まあ,あのそもそもがおのずからという言葉も自らという言葉ももともとはあのその実体を表す言葉ではないわけでありましてまあそれ自体あの形容文の副詞でありますからあむしろその両者の淡い を取ることによって、その自らの側自らの側が見えてくるというようなあ。そうした相関させたものの見方がそこには求められているように思います。ちなみにあの自然という言葉も元々は、これはあの偶然とか突然といった福祉でありました。 明治になってそのネイチャーの翻訳をとして自然が取り上げられてから名詞になったものであります。あつまりそこではその初めからこのお自らと自ら、あ自然と自己といったようなものを決めておいてその間を考えるというのではないのだ。 とということであります。言い換えればこのよく自然というものをこの指標にするときにあたくもそれはどっかに既成の概念として転がっているそうしたものとしてそれをこのおんじそれに従おうというそういう言い方があるわけでありますが決してそうしたそのその 淡いでこの相関させる以前にある決まった形としてあるのではないということが大事なのでありまして自然とかおのずからということを重んじてきた日本人の思想家や文学者はそうしたところに極めてあの敏感であり自覚的であったように思います。 柳田国を民族学者の柳田国をの例を申し上げたいと思います。戦後になって柳田は近頃久しい間人生を自然の現象と感じる練習を我々が怠っていた、まあ。この文章1行で柳田において我々がまあ生きるある基本にこの人間も含めて生き物であるから。 あ人生を自然の現象と感じる練習というものそういうものを我々はしなくなってきたあというふうに言ってそれに続けていかなる生活が自然のままおのずかなるおのずからなるあり方というべきかについてはおかしいほどさまざまな考え方が今までにはあって、えー、それを一つに決するのが煩わしさに。 むしろ我々はこの問題を避けようとも避けようともしていた。しかし静かに見てくると自然そのものもまた成長している。時として時と内外の力の兼ね合いによって変わるべきものは変わらずにいられなかった。強いてそれ以前の状態に変えろうとすることが自然の道でないことはこれだけでも分かるのである。 教会経歴も全く異なるものの中に手本のないことは初めから知れている何が我々のおのずからであったかということはやはりシンクしてこれから探り出すのかはないようである、えーまあ、我々の人生を自然の現象として感じる練習を行ええー、というその時のじゃあ自然とは何かあというと これはあるこの決まりきった手本があるのではないのだと古いものをそのまんまにするとかあるいは予想から持ってきたものをこれが自然だといってその戻りにするということではないのだと、まあ、柳田は言うわけでありまして、えー、我々の人間生活が 集いながらそこにいかなる在り方が自然のままおのずからなる在り方というべきかというふうに問いながら最後のところにありますようにやはりそれはシンクしてこれから探し出すほかはないそういうおのずからのことであります。まあ、あの当時自然主義という考え方も流行っておりました。一義的なな手本ががあるように思いながら 自然に戻れ自然に帰れというそうしたその運動をしたわけでありますが柳田ははっきりとそういう運動とは違うし方でこういうふうに言っているわけでありますですから彼の言うこの自然というのはちょっと複雑になってくるわけでありまして、えー、それは我々の生活の 自然性おのずから性を言っているわけでありますからまあ草木鳥獣がおのずからであるというようなそういういわゆる自然のおのずからのことそのままではないわけでありますがしかし繰り返して申し上げているようにそれを我々はどっかで練習せざるを得ないという限りそうしたその自然も含意されているのも事実であります。 この辺は非常に微妙なことでありまして、また微妙な文章を、微妙な言い方で柳田は言っているのでありまして、ちょっとそのことも確認をしておきたいと思います。私はその伐採の一つの上に立って、北西一帯の山腹を見下ろすと、そこに一面の杉の林に覆われ、それもことごとく立派な大木,立派な大木,大木であった。 え穂先枝ぶりにいささかの漏水の兆しもなく整然として据えとくで列立するありさまは人が計画して植林をしてもなかなかこうまではなるまいと思うようであった。自然の絶大なる意図に任せきって人間の作為をちりばかりも加えずともなお書くまで壮観を見ることを得た時代がかつてはありまた現にその 事業の後はまざまざと保存せられていたのである。あたうべくんばこれを今一度ご人の努力と政治とによって再現してみたいと切望するものがあってもそれもまた少しも不自然なことではない。まあ、しかしそれはとてもその不可能で、えー、とてもできないであろうという推定の方に人を導いていこうとしているのである。 仮にそうだと決まったとすればいかなる生き方また集まり方が一番多くの同胞を楽しませ休んでしめるのであろうか。えー、非常にあの未練がましい文章で語られていますがここには一種のはっきりとした断念があります。えー、つまりりそれは人間の作為をつゆばかりも加えずに 自然の絶大の意図に任せきることその絶望はどれだけ絶望してもとてもできないだろうという推定をせざるを得ないわけであります。ならばその推定通り仮にそうだと決まったとすればとそこで問われてくるのがこのいかなる集まり方いかなる生き方また集まり方が 一番多くその同胞を楽しませ野戦で占めるのであろうかあという小野塚らへの問いでありますあつまり柳田の言う小野塚らというのは限りなくその自然の小野塚らを望みながらもまたその思考へを思考を保持しながらもなおそれとはなり得るだろうあということを断念し自覚したところで この自らとの淡いにおいてあるおのずからのことでありますあ、それがその前の文章の生活のおのずからでありますえ、この文章で言えば河川の引いた一番多く同胞を楽しませ野戦で占めるそういうその共同体はどうこの結成することができるかという問いに向かっていったわけであります まあ何が我々の自のからであったかということをシンクして求めるというこの逆説めた営みが柳田のいわゆる学だったわけでありましてしたがってその創作は民族学として人々の生きてきた歴史の体積に向けられたわけであります。 でここで先ほどの,その文明が進めば進むほど天然の防易による災害があその激烈の度を増すというテラダル文章に戻りたいと思います。今のことと関わっているからであります、まあ、もちろんそれはあの原発も含んでいるんですがこれは昭和10年の文章ですから直接はそれはあの指しているわけであります。 そうではなくしてこの例えば関東大震災やその以後の地震が大きなその被害を与えたのはこの全体が一つの有機物のようにこの電線やパイプが中央に交差しいろんな交通網が隙間もなく張り渡されているそういう現代文明のありようそのものでありましてそれはほんの一か所でも 故障が起きればたちまち全体に及ぶといったようなそういう仕組みにあるんだと基本的にはそういう文明のあり方が、まあ、あの自然災害がより大きくなるゆえんだと言っているわけであります。えー まあ、それはまさに柳田の言うところの、いかなるその生き方、集まり方が、一番多くの同胞をその、楽しませ、休んでしめるであろうかといった、そうしたその、おのずからのあり方からは、外れてしまっているあり方のことであります。しかし、にもかかわらず、我々はどっかそのまま、その知らず、知らずのうちに、防災とか耐震といった科学技術が、 文明があそれをも可能にするといったような期待をしているのではないか思い込んでいるのではないかあということへの警告でありますですからそれは決して当たり前すぎることではないということでありますえー、ちょっと時間がなくなってきましたがえー、っと まあ、あの地震とか台風とか水害と並んで疫病もまたその天然の無常の最たるものでありまして、まあ、疫病っていうのは日本に限らずどの国においても起こるこれも怖い自然の災禍でありますが、まあ、今回のこのウイルスこのコロナ禍の問題も含めて 昨今のこのこ疫病には少し違った様子が指摘をされております。フランスの哲学者のレヴィ・ストロースはその恐竜病というのは人為的に作り出されたカニバリズムだというふうに言ってつまり牛が牛を食べその肉を人間が食べるというような。 自然状態ではあり得ないその食物連鎖によって、植物連鎖によってこの生じてきたものだということを指摘しています。えつまり、ある種のその疫病というのは単なるその自然の働きではなくして、むしろその自然の起きて、タブーを犯したところに起きてきた,たものだというわけであります。まあ、SARS とか m ー r s とか、 このエバラとかエイズとか、まあ、いずれもそのコウモリとかサルとかハクビシンといったような動物由来のウイルスでありますがまあそれらも例えばこのおこの断伐とかいわれるその森林開発や違法な野生生き物取引とか 家畜生産の増大などともその無関係ではないとも言われていますし、まあ、とりわけ今度のコロナウイルスは、まあ、この源がどこかよく分かっておりませんがあるいはその兵器としてもその開発されていたということ。 これが今度のものであるかどうかは別物ですが開発されていたのは事実でありまして、まあ、いずれにしてもそういうある種のその自然への踏み越えがもたらしてきたという側面があることは事実だろうと思いますこの問題をもう少し丁寧に考える必要がありませんがある,あるんですが時間がありませんのでこうした確認に留めておきたいと思います えっと時間がこれえっと十五分までですよねえっとあとあのもうえっと 悲しいという言葉、これ、あの、ただ悲しかけるは大地震ないというのは、これ平家物語に出てくる言葉でありますが、悲しいというのは本当に自分の力ではとても呼ばないことを感じる切なさを言う言葉であって、まあ、しかねるという我々のその無力性、有限性を表す言葉であります。えー、その、ですから、その大地震みたいなもの、まあ、今我々に感じている悲しみよりもっと広く深く、 この人間の,その力の及ばなさを総合的に表す言葉として悲しさという言葉が使われていたそしてそれは単に否定的な感情というよりはその悲しみを通して改めて人と人とのつながりやあるいは神や仏へとのつながりを可能にするようになる。 そういう感情としてもあったということを申し上げようと思いました。それからもう一点、これ、この平家物語はこういう地震が来て壊滅的な状態にあったのは、その次のところで言っている怨霊というような、 まあ平家が滅びた後でありますからそれはその平家の怨霊がそうもたらしたんだという単なる自然現象ではなくしてその奥に何かしらそうしたそれまでの人間たちとの関わりの中で、えー、捉え直す。 そういうその物語としてこの平家は語っているわけであります。あと時間がありません。えっと「鬼滅の刃」これはあの先ほど申し上げましたように東日本大震災もそれまであった日常が一瞬のうちに持っていかれたわけでありますか 「鬼滅の刃」という今その流行っているこの映画漫画におきましてもそれまで何もなかった日常がいきなり鬼に殺されてしまった話でありますがその喪失を含めてこの主人公の少年はどうそれを引き受けたかというこの「無限列車編」というのはこの一番下にある「M という この夢を操る鬼がいてその夢の中に閉じ込めておこうとするんですねでそれがこの主人公の少年にかけたのはあその何の変哲もない幸せに生きていた頃その,のその頃の夢を見続けさせようとしたわけですその中にこ,うこの一番下にある幸せな夢は、都合の良い,い夢を見ていたっていう痛い,いっていう 人間の欲求につけ込んだのがこの縁武という鬼の術だったわけでありますがあこの主人公はそれを抜け出すどんなにいい夢であろうとそれはこの終わるというか、まあ、殺されたわけですから弟が「お兄ちゃんごめん置いていかないで」と言うとその主人公が「ごめんごめんなロクターもう一緒にはいられないんだよ」 だけどいつだって兄ちゃんはお前のことを思っているから、みんなのことを思っているから、あたくさんありがとうよと思うよ、たくさんごめんと思うよ、忘れることなんてない、どんな時も心はそばにいる、だからどうか許してくれ。えというふうに言って、自らの首を切るという、その夢の中で自らを殺めることによって、その夢から出るわけでありまして。 えー、この少年にとって改めてこう自分がこの立ち直るなどということはあるいはできないそうではなくしてまたその,あの弟たちと一緒に行くこともできないその中でできるのはあ改めてその彼らをこの忘れることなく、えー、この共に行くという。 えー、その仕方この鎮魂とか異例というのは決してその普通に言われるようにこの魂や霊をこの押しなだめ静かに沈めることではなくしてむしろそれを常にこの思い浮かわせ揺り起こしながらこの聖者生きているものと共にあり続けるそのこと以外にないのでありまして。 そうしたことがこの主人公の大事なこれからの生き方になっているわけで、まありましてもし復興とか立ち直りとかというものがあるとすればこうしたものを起点としたもの以外にないだろうと思います。えっと時間があのギリギリまで来てしまいました。 はい、大丈夫です。竹内先生、はい、本当にありがとうございました。はい、すごく、あの、大変興味が深い発表で、いろいろ発想、皆さん多分いろいろ考えた思います。私もすごく感動しましたし。はい、じゃあ、あの、Q&A の時間は、あの、あの、本来は10分間ですけど、でも多分今、あの、5分間ぐらい、あの、はい、やりましょう。はい、じゃあ皆さんもし質問がある方は、ぜひ、どうぞ。はい、今、検問の時間です。はい、どうぞ。 そのまま、あのー、ペモしても大丈夫です。マイク開いて。はい、どうぞ。質問がある方はいますかはい、どうぞ。野谷先生。はい。マイク。 ミュートすみません、ミュートになってます。はい、聞こえますか？はいはい、聞こえます。はい、よろしくお願いします。大変興味深いお話ありがとうございました。あの先ほどのテラトラヒコのあのえっ、ー、と人災と天才ですかね、はい、そういう対比があのして天災の方はまあ自然のおおのずからなる力によって引き起こされると、ちょうど同じようなあの対比っていうのがあの。 ウルリヒ・ベックという社会学者が「リスク社会」っていう本の中であのリスクとデンジャーっていうあの危険とリスクっていうのを区別あの日本語訳だとあれ危険リスクを危険と訳してるんでその区別がつかないんですけれどもあのデンジャーの方はこれはあの危険の方は自然災害ですねいわばあの人間の力を超えた。 まあある意味ではあのどうしようもない。それに対してリスクっていうのはやば人災っていうか、あの人間の力が原因で起こる。だからこれはある程度そのコントロールが可能だっていうふうなあの考え方を、あの、 出してるんですけれどもどそれとその先ほどからその日本人の感情の中にあるおのずからとか悲しとかはい、はい、そういうあの根底にある感情っていうかそれあの天才と人災あるいはその別クの言うリスクとデンジャー、はい、その区別に照らし合わせるとその あともう一つ日本人にはその諦めああ、はい、明らかに見るっていう、はい、あの語源のあれがありますねその辺とその天才と人災、あるいはリスクとデンジャーというのをうあの照らし合わせるとあのどんな形になるのか武井さんのお考え聞かせていただければと思います。そうううですね、あのー、こういう話に 僕が先ほどあえて批判された話を申し上げた中にも諦めといいう言葉を使いましたあのやっぱりあのどっかで諦めざるを得ないというかあるいは逆に このどんなことにあっても諦めながら我々はその災害に向かっているというところがあるわけでありましてまあ今おっしゃられたように諦めってのはしも後ろ向きに途中でやめることではなく今何が我々に起きているかということを明らかに見ることによってとりわけこの 天災の部分ですねどうにもならない部分というのがどんな災害にもあるわけでどこがこのどうにもならないものなのかということを明らかに見て取ることによってそのことによってむしろこのその先にある人ができること人が介入できることにこの復興,復興の時にも 手を向けけけてていけばいいばわけでありましてそこを一緒にしながらというよりむしろここあの東日本大震災以降の言い方は全部この諦めないいつまりは人間の人意の自らの力がどこまでもできるというような言い方がどうしても強くなるそれでは何か大きなところが大きな方針があの違ってくるんじゃないか。 やっぱり根本にこういう震災含めてまあ,あの水害でもそうですがあのかなわないということを相当基本のところにまあこれ日本人はそうやってこの遺伝子の中に組み込んでく組み込ませて生きてきたっていうのが現れ表に現れない。何かあの そそのの科学技術文明ううういいい力が表にになっているように思いましたもっとこの「諦め」という非常にあの積極的な言葉だとも思いますのでそれをもう,こう組み込んだ形でやらなければこうした災害にも結局立ち向かえないような気がいたしました。 はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続きましては、高田周生、はい、お願いします。あ、あの、高田でございます。はい、非常に、あの、有益なお話ありがとうございました。あの、私の言葉にならない思いを、あの、今、あの、いろいろな、あの、言葉で語っていただいたように思います。あの、質問はですね。あの、私自身、あの、あの、まあ、実務家としてやってきたんですが。あの。 倫理学あるいは質問、はい、というものは、はい、あのこういった本当にみんなが言葉を失うような、はい、あの災害のからに会い、はい、そして立ち上がる中、えー、で、えー、どのような役割を果たしてきてそしてあの実際どう これからも、えー、寄り添ったりあの力を与えたりしていくのかっていうことをあのおそらく今のご講義もまさにその点だったと、はいま、はいえー、何かご体験だったりいろいろなこれまでの10年の中とかであの先生自身がお考えになられたこととかをあの聞かせていただけると非常に参考になると思います。よろしししくお願いしますす、はいまあ、最初にも申し上げたのですが 3.11が起きてしばらくの間あのほとんどみんながもう立ち上がる力もなかったしましてやあの被災者の方たちには何を言ってもあの言葉が通らなかった事態があると思うんですね。だそういう時に何かその孤釈にあの物を言った。 あのそ,その直後ではありませんでしたがそういうその悲しみの問題とか儚さの問題みたいな形でいったことがあの結局その被災者がこう生きていく上にそれをそのまま、うん、あそうだこう考えようなんてそんな風に変われるような質のものではないんですよね。 ですからこの,の倫理学会の時に学者ごときが被災者を見たい,いない者がそんなそのあの震災の問題を語るっていうのはまあ基本的にはあれ早すぎるあるいは当事者でない者は黙っていろっていうそういうまっとうな意見でもあったわけですがただしかしみんなが黙っていたら あのそれはまた違う問題になるのでありまして本当に語り方とか、まあ、あの我々の,その,学あの学術会議だったその言葉をどういう言葉を選ぶっていうのは本当にあのいろんな問題がありました。このもう本当に当に時 言葉一つの向きと言いますか言葉遣いによってもうそ,のそれまでの議論が変わってしまうくらいにみんな言葉にいろんな思いをこう託していたわけでありまして、えーまあ、そういうことを含めてあの、まあ、学者研究者というのは言葉を使うならばその言葉の持っている力がどこまであるのかというのは えー、まあ、あの、今、今日、の、含む、今日のも含めながら、改めて皆さんと一緒に考えていきたいというふうに。あの、思っています。あの、柳田邦男さん、あのこのノンフィクション作家の柳田邦男さんは一貫して。 あの悲しみっていうことをむしろどれだけ言ってもそれは悲しみっていうのはつながるんだというあのまあ彼も相当その死の哲学という立場であのお考えになっておられまして、えー、柳田邦夫さんのその悲しみの持っている力 というのには励まされましたし、僕もその立場でもう少しものを言っていこうと思っています。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、まだあの、時間、まだ2分にあるんですけど、1つの質問がありますか もしなかったら、私、一つの簡単な質問ですけど、それさっき、あの、先生は本当に天然の無常については、はいはい、本当にそれは話は本当に、あの、言葉としてはすごく簡単な言葉ですけど、はい、でも一般人としては一、あの本当に一言としては、どういうふうに理解して方がいいですか、はい、それは本当に、あの、どういうふうに感じるの方がいいですかそれは私、本当に先生、はい。<え>はい、まあ、もう本当に一言、天然の無常ですから、我々が同行する ことのできない生きる死ぬの働きがこの世界には働いてるってことですよね。根本にはどうにもならないそういう不可避の働きが天然の無常ですよね。はい、でまあ、天然という言い方がその我々の力ではないのだということでありますから、その我々が何かできる 人間は非常に思いがちですが天然の無情というのは両方ともまさに我々にない外のといいますか他の不可避なその避けることのできないそういう働きとして働いているんだ、まあ、でもそれは必ずしも暴力だけではなく非常にあの我々を恵む力でもあるので我々を超えた働き それがこの世界には働いているということだろうと思います。はい、ありがとうございます。すごくいい話ですよね。はい、はい、じゃあ、あの、あの、緊張講演については今日、今の時間としてはここまで終わります。はい、ありがとうございました、はい、先生。はい、どうもありがとうございました。はい 発表してくれてありがとうございました。はい、これから、あの、11時30分から、あの、まだ、あの、先生の発表があり、他、あの、まだ鈴木先生の軌道、あの、講演がありますから、あの、あと5分間ぐらい、あの、休憩しましょう。はい。はい、お願いします。はい。 はい11時半になりましたので、基、え、調、っと、講演2に入りたいと思います。えっと、これよりご、えっと、講演いただく鈴木岩弓先生のご紹介を、えっと、いただきます、えっと。鈴木先生は東北大学名誉教授で、専門は、えっと、宗教、民族学、非政学です、えっと。現在、東大学の、えっと、総長特命教授です。 として、えっと、従事してています、えっと。本日、創造的復興としての,あの臨床宗教史、日本宗教史上の展、えー、会と題してお話ししていただきます、えっと。では、鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。えー、はじめまして、えっと、私、今ご紹介に預かりました鈴木と申します。えっと、あれ、消えてないか。あ、 映りましたかね。えー、っとあの前回ですねこの企画で参加させていただいて、えー、あの時はまだ文学部の教員だったんですけど、えー、まあ 火葬、えー、が当たり前、クリメーションが当たり前の世の中であったのに土葬をするという話を、えー、お話したことがあります。本日はですね、そういうちょっと宗教学的な観点でやってきて、えーまあ、あの東北大学で臨床宗教師という、まあえー、そういう仕事を あの世の中ににだいいぶ定着すするようになってきてきますそうしたかなり具体的な話ですねあの竹内先生のお話と比べればずっと小さな小さな具体的な事例に沿ったですね、まあ、いわばあのケーススタディ的なお話でですねその大震災とあの価値の創生え、えっと、価値の創生ですかあのあ大震災と復興の行方えということであのやらしてお話しさせていただこうと思います。えっとあの これであの、あれができますでしょうかね。えっ、ーと,えー、と、アニメーションです。スライド。はい ああ大震災と価値の創設、前回ですね、これもしかしてごめんなさい、えー、と復興の行方ですね、えー、はい、復興の行方としてですね、創造的復興としての臨床宗教史というお話をさせていただきます。 えーとまずここで創造的復興という言葉を使っちゃったことなんですけれども、必ずしも良かったかどうかということですけど、あの東日本大震災の復興構想会議の時にです、ね、既に、すでに単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指すことが重要であるというような言い方をされたりしていまして、まあ、あの国としてもです、ね、復興をしていくときに単なる復旧ではない、元に戻すんじゃなくて、さらに未来に向けた えー、ところを考えなきゃっていうことを言ってるんですがこの言葉自体は実は阪神・淡路大震災の時に、えー、あの県,県知事があの 兵庫の県知事が言ったという、以前の状態を回復するだけではなく、新たな視点から都市を再生するということが大事だと、7月に言われたって言われていることに対して、えーと、中山さんという人が、実はそれはもう1月の時点、つまり震災直後にですね、神戸市の市,を市,や市の助役がですね、創造的復興ということで、えー、あのその,あの被災地を 良くしていく方向づけを考えてたっていうことがわかります。ただ、この創造的復興という言葉は、あの、今申し上げたように、復旧で元に戻すんじゃなくて、プラスアルファにしなくちゃいけないんだけれども、そこのところでですね、いいように使われてきた歴史があるかと思います。つまり、創造的っていうところをどういうふうに考えるかっていうことでですね、あの、結構批判もあるっていうことです。つまり、拡大解釈をしてですね、実は震災と無関係なことも創造的復興の名。の。も。 に、あの進めるというようなことがなされてきたわけですね。あのいや、もしかしたら。 東京オリンピックも復興五輪って言ってるけどえ仙台にいてあまりオリンピックを感じない私なんかにとっては本当に創造的復興の一つなのかなと思っちゃったりするんですけどこの言葉に対してですね実はあのご存知の方も多いと思いますけど関東大震災の時に東京大あの今の一橋大学の教授の福田という先生がですねそういう創造的復興じゃなくて人間の復興しなくちゃだめだろうとどうも創造的復興という旗印を挙げて帝と復興 そう,まあ、そういうことをやれっていう為政者があるんだけどそうではなくて人々のためにならなきゃいけないだろうっていうことを言われたっていうことがあの反証としてて出されてくるんですねつまり生存の機会の復興がなきゃいけないその生存の機会の復興というのは生活営業労働機会が復興されなきゃいけないんだと。 こういうような視点こそ、大事なんだっていう批判もあるわけです。まあ、ですから、創造的復興っていう題名を使ったこと自体があの良かったかなというところもあるんですが、私としてはですね。あの。 東北大で始めた臨床宗教史というものの位置づけをお話しすることで、あの、今日の席を果たしたいと思うんですけど、まあ、私たちとしてもですね、これ、復興と思って臨床宗教史作ってきたんじゃないんですね。あの、目の前にあることをやってきたら、 臨床宗教史というものを作り出すようなことになったという、まああの測ってやったわけじゃなかったんですね、まあ、ちょっとそれをですね、まあ、10年経ったということで、振り返って考えてみたいと思います。えーと えと東日本大震災の時にですねどんな宗教活動がさなされたかというのを最初にちょっとお話ししときますとですね各教団とか宗教者の個別な活動が活発で、えー、と宗教者であるということをあの見せあう上でつまり何々教ですと言って あの支援活動を行うっていうようなことがやられてたっていうことです、これ実は阪神・淡路の時にはこれがなかったということで、大きな違いになっています、それで物資などの支援なだけじゃなくて、傾聴などもすることで、心のケアなども教あの宗教教団がやるようになったっていうこと、これが1つ目の特徴、2つ目がですね、その活動がです、ね、宗派宗教横断的。 つまり各種の宗教的な集まりがです、ね、共同した形でやっていくということがあります。今日お話しする、えー、と臨床宗教師に関してもです、ね、心の相談室というのが元なんですけど、これは最上、仮想場ですね、仮想場での度胸ボランティアがスタートになります。そこから臨床宗教士ということが入ってきたというのはここにあります。それからですね、あのちょっと口幅たいんですけど、 この東日本大震災の時には宗教者だけじゃなくて宗教研究者ですね、宗教学者が宗教者をバックアップするっていう構造がい,いろんなところで見られました、えーと。宗教者災害支援連絡会っていうような組織が東京であの島の先生なんかを中心にやられたりしてましたし、まあ、我々も心の相談室をやってきたということになります。でそもそもですね、あの震災時に宗教者はどんな活動をしたのかっていうと、最初期はですね、す <laughs> 場所がないんで避難所を作るとか被害状況を把握するとか救援物資それから炊き出しお金の面で義援金度胸ボランティアなんてことをやって4月28日が実は四十九日なんですね3.11から考えると四十九日というまあ 法事の仏教的な法事の流れから言うと一つの区切りになるんですけどこれぐらいになってくるとあの瓦礫の除去とかやることもありましたし震災関連の研究会やシンポジウムも宗教学者によってやられるようになりますそして合わせてあの宗教者による傾聴活動だとか寮茶足湯なんていうようなこともありましたえ、まあ、こういうような形でいくことをちょっと違った側面でまとめますとですね一つはまあ住宅の提供それから資金の 援助、物資提供、それから健康維持ってこういったような柱があったほかにです、ね、これがやっぱりあの今回の特徴なんですけど宗教的支援、度胸だとか異例とかそういう、まあ、あの死者の魂死者の救済などというようなことも想定できるような話が進んでくるようなことになりました。で ちょっとその宗教的支援の可能性を考えてみたときですね、実は宗教者の置かれている立場が、えっ、ー、と、二通りあるかと思うんですね。実は、その一つはですね、まあ、多くの神社仏閣が関係するんですけど、旧知の関係、つまり旦、旦那寺の僧侶と旦過、氏神の神職だ。 と子っていうようよな関係ですねある意味じゃですね通貨の中で場合によると自分の親も親の親も関係を持ってたその,あのお寺の人々神社の人々との関係っていうことである意味じゃホームの関係というのが宗教者が立つ立ち位置の一つになるかと思うんです。とこころががですねこれが実は 通常ですとこれが多かったのが今回そうじゃない道を選ばなくちゃいけなくなったっていうことが出てきたわけです。えー、とつまり初対面の関係、アウェイの関係の人々との間で宗教的支援を持たなくてはいけないという、そういう話が出てきているということになるわけです。えー、とそれはですね あの同一宗派宗教の被災者であってもつまり同じ曹洞宗であったとしてもです、ね、あの東北地方の曹洞宗と、えー、例えばあの京都の曹洞宗では文化が違うんですね例えばこちらの方東北地方では被災地では、えー、と死者の供養は僧侶への関わりだけじゃなくて、えー、場合によると巫女さんいた子だとか神様と言われるような。 巫女さんシャマニスティックなです、ね、関わりが同時並行で行われるような文化圏なんですね。そういうことに対して、例えば京都の総統宗の方がこちらへ来て、ちゃんとそれに対応できるか、まさにアウェーなわけです。それからさらに言えば異、異宗派、異宗教の被災者、えー、と実は、えー、と津波の被災地は主に総統宗なんですけど、総統宗の被災地に対して、日蓮宗の僧侶がです、ね、どう対応したらいいんだ。 あの南無民法連華経っていやいいんだよって言っちゃっていいんだろうかと、相当州の人たちは南無民法連華経って言葉は普段は使わないわけですね、そういうあたりをどう考えるかっていうようなところが問題になってくる、つまり、異宗教文化の人に対する宗教支援ってどうやったらいいんだろうかということが問題になります。そしてさらにですね公的空間まああの例えば、えー 避難所とか何とかっていうのは公的空間なわけですけどそういうところでですね宗教的な支援をやるっていうのはどうやったらいいんだろうかといろんな問題が派生してきましたでそういうようなことを見ていく中でですね実は心の相談室というものが、まあ、自然発生的にできてきましたこれはですね震災直後から4月ぐらいまで えと仙台市の最の場、火葬場にですね、えー、と身元不明者も含めた震災の犠牲者がいっぱい集まってきたわけです、あのご遺体が。 ところがですね、あの、宗教者の中でも犠牲者がたくさん出てたりしまして、えっ、ー、と、犠牲者自体、葬式もできないし、何の弔いもできないままにダビに伏さなくちゃいけないっていうことに気がついた、えっ、ー、と、仙台仏教会とか仙台キリスト教連合なんかの人々がですね、自然発生的にそこの祭場、火葬場に集まって、そこでお弔いのボランティアを始めたんですね。 それでただ、そうなったとき仏教だ、キリスト教だってなっちゃうと,、えー、と特別な宗教に有利に働くようなことになるのはこれは、えー、と日本人はあの特に為政者は好まないので宮城県宗教法人連絡協議会という超宗派、超宗教的な団体の事業としてやらせていただくことが決まりました。今申し上げたように最上、火葬場というのは公共空間です。 ですから本当はこのこ,こにですね心の相談室を開くこれ心の相談室は宗教活動になりますので本当はなかなかこう微妙な意味になるんですけど仙台市長がですね4月末まで許可してくださいましたこれは大英談だったと思います、えー、っとああの市長によってはこれをあの断る場合も多かったんじゃないかと思いますさこれがその家北新報というこちらの新聞の4月13日に出てた時こちらは牧師さんです こちらを僧侶ですね、こうやって黙っていてですねあの、もしもお弔いをする必要があれば声かけてくださいという形でやりました。でこういうい形でで集まってきた人々はですね、えー、とさらに その49日になった4月28日にはこれ南三陸町というここももう後ろ見ればお分かりのようにものすごい津波に襲われてたくさんの犠牲者が出たところですけどそこをですね、僧侶と仏教の僧侶とこ,れはこの人はプロテスタントですけどこの宗教を横断的にあの慰霊のために暗夜する追悼のために暗慰するということをしました。 ところが先ほど申し上げたように心の相談室は4月までいいですよって話になってたんですけどその4月以降もなんとかそういうあの宗教者が自然発生的に集まったんだからその力をなんとかして被災者の救済に向,か向けられないだろうかっていうことから5月から え、心の相談室を新しくしました。で、その時にですね、あの、在宅ホスピスで有名だった岡部さんというお医者さんを室長にして、宗教者カウンセラーなどの有志が集まり、えっと、私のおりましたト、東北大の宗教学研究室を事務局にして、えーは、あの、そういう仕事を始めました。えっと、これはですね、え県庁において、その、えー、 記者会見、ここううういいものをやりますというところです。ととろでその時の宮城県宗教法人連絡協議会の代表があの天理教の方ですからこの方ですしこの人は、えー、とああの塩釜神社の方ですしあとお坊さんいろんな宗派のお坊さんなんかもいてここは牧師さんですね、まあ、こういうようなことをやりますというそういうことを記者会見いたしました。でこの 心の相談室の目的はですね、弔いからグリーフケアまで一貫した切れ目のないご遺族に対する支援をまず差し当たって目的しようと、そういうことにいたしました。この時ですね、えー、その、えー、一つの,あの考え方としまして、えー、実際は、あのえー 認められたわけじゃないんですけど、98年に WHO の執行理事会において提案された健康の定義ですね。その時に実は、この医療、メンタルヘルス、宗教、生活っていうふうな、こういう話があってて、えっ、ー、と、これはその WHO のこの会議では、 あの認められなかったんですけど、いろいろ事情はそれで、ただここに宗教の問題ですね。まあ、結局我々が健康であるっていう時に、一つの柱として宗教の問題も考えるべきだっていうことが少なくとも who の理事会で話し合われたっていうことがあります。この辺りに鑑みてですね。まずはスピリチュアルの点から宗教者に弔いをによる弔いを切り、口に包括的な支援というものをまあ。 あの、目指そうじゃないかということになりました。まあ、あの、我々はその宗教に関係する人たちだから、そういう視点になったわけです。えっ、ー、と、それ、大体どんなふうにやってたかっていうと、大、自然発生的にこれ定着したんですけど、あの、東北大の 宗教学があの事務局でしたので東北大の文学部の建物を使ってですね、えっ、ー、と週1、2回あの東北大の中であの会議室であの意見交換をしました。でこれ東北大になったのが良かったんですね。これ結局国立大学でまあ、宗教学があるから宗教に理解はあるけど何教の おた施設ではないとあの総統州の施設であるとかプロテスタントの施設ではない宗教的に中立であるっていうことが東大であるっていうことですごく良かったと思います。それでそこに集まってくる人たちはそれぞれなか支援活動を行ってるんだけどその辺を相互に情報交換するっていうのがまあ我々がここで毎週 やってきたた会議の内容でしたその際ですね、世界宗教者平和会議とか、各教団で我々の活動を支援してくださる、あのそういう方たちも出てきました。えっ、ー、と、それでですね、心の相談室の中で具体的に何やってきたかというと、合同慰霊祭、つまり身元不明者がですね、えー、とまだまだいっぱいいたわけです。今から写真をお見せしますけど、あと電話、電話相談をするという。ああれあら、ちょっと聞いちゃったな。

それからですね、カフェ・ド・モンク。これ、今から説明しますが、カフェ・ド・モンクという移動形長喫茶をやったのと、FM でカフェ・ド・モンクという、あの、こともやりました。それから講演会や講習会なども開催するということをやったんですけど、ともかくポイントは、不教目的ではなくて宗教者が超宗派、超宗教的に宗教的ケアを行おうというところにポイントがありました。 えとこれはですね、100日目の6月18日、火葬場のある葛岡の望遠 ここお墓もあるんですけど、そこに急遽建てられたこのプレハブの中が、えっと、遺骨安置場所でした。ここにあり、あの、あのご覧になってある、これは骨壺ですけど、これはすべて身元不明者のものです。11年の6月18日、こ,この方は天理教ですけど、えー、プロテスタントだとか、仏教各派の方が、こう、えー、ここでそれぞれの宗派の仕方で祈られました。供養されました。それが2013年になると、 この時は5つに減ったんですけれども、まだ、えー、この時も、あの、身元不明者の遺骨があります。こちらにいらっしゃるのはハリストス正教会、ロシア正教会ですね。あの、毎、毎月この11日にやるんですけど、えー、っと、いろんな宗派宗教の方が入れ替わり、立ち替わり、主催するという形。つまり、何教を広めるという、そういう話ではなく、こういうことをやってきました。 さあ、それからですね、カフェデモンクの話なんですけど、これ、どうしてこういうカフェデモンクという移動傾聴喫茶が始まったかっていうと、電話相談を。 やったんですけど実はその電話番号を知ってる人はそうそう被災地にいないのでですねちっとも多くないんですねこれはこちらが切り込んでいかないとダメだろうと対面的な場を設けるためには我々が被災地の方へ足しげく通うしかないだろうということで作られたのがカフェ・でで文句です金田太陽という総統州の住職が、えー、考案されたんです。けど まあ、宮城県にはですね、お茶っ子飲み文化ってあるんですね。あの、お茶を飲みながら雑談をするっていう部分。あの、まあ、人の家に上がったら、まあ、上がりなさいと言われてですね、あの、漬物片手にお茶を出されて、それを飲みながらいろいろに雑談するっていう文化があるんです。それをですね、まさにやって、傾聴の機会にしようということで、5月から移動喫茶店。 ししました。現在カフェで文句というふうに表記していますがこのこの意味こそですねまさにカフェで文句を言ってもらおうとそういう話なんですねあのえっ、ー、とですからこの兼田た太陽って面白いあのお坊さんで、えー、BGM バックグラウンドミュージックとしてあのセロニアス文句の、えー、ジャズピアノをこう流してですねしかもそのピアノを流すスピーカーはボーズというあのお坊 お父さんですから坊主という、えー、スピーカーを使うというそういう凝り方でした。えー、これまさにその写真です。こういう形でみんなでお茶飲みながらそこでいろいろお話し伺っていくわけですが、えー、とここはあの僧侶ですし、あのプロテスタントですね。あのこちらもボあの僧侶ですし。しまあ、そういう方たちお話しすることになります。それでこれがカねた対応老使なんですけど、あのおばちゃんたち集めて。 うっとこう念を込めているところです。えー、ただ気づかれたかと思いますが、女性しか来ないっていうか、男性でここへ入れないというこ、えー、こういう問題は常に抱えておりました。えー、あの男と女のこういう社会性の問題っていうのは大きな問題だなと私個人としても思いました。さあそれからえっ、ー、と。 寄付をだいぶいただいたんで、えっと、不特定多数に我々からのメッセージが送られるようにっていうので、FM 放送でカフェ・ド・モンクというのを流しましたえ。ここではですね、いろんな人が話をしましたが、あの原雲宗急さんとか日野原茂明さんなんかにもえやっていただいてですね、えっと、坂本龍一さんも確か出たんじゃないかと思いますけど、そういう具合にですね、いろんな有名人からえ現地の被災地の人々に力を与えていただけるような、そういう機会を作りました。 そして講演会です。これはですね、11年の5月7日に東北大の桜ホールでやったんですが、東日本大震災に宗教はどう向き合うかということで、祈りの心という、そういう話を、えー、やりました、えーこ。ここに出てる人たちは、あの、実はその後の展開にものすごく重要。こちら、あの、その当時東大だった東京大学の島津の進先生ですし、この人は上智大学のグリーフケア研究所の、えー、高木。 シスターですし、龍谷大学の鍋島先生武蔵野大学の小西先生というもう後の展開ですごく重要な人たちがこの時みんな集まって祈りの心宗教はどうしたらいいんだろうって話を、えー、いたしました。さあそう,こうすするうちにですね、あのー、カフェ・ド・とか、 電話相談やっていくうちにですね、被災者に対峙する、その時の、えー、立ち位置の難しさに、我々、特に宗教者の人は悩むようになってきたんですね。つまり、不、え、況、ー、せずに宗派、京都にいかに心のケアが可能かっていう問題です。あの、それこそ先ほど申し上げたように、相、え、当、ー、州の被災地の人々に日蓮州の人がなんて言ったらいいんだと。日蓮の教えしか知らないじゃないか。それがなんで相当州の人に言えるんだよっていうあたりの、このあたりの まあ理論武装と言いますかねその辺をする必要があるという時にそういえばキリスト教国にはチャプレンとあるじゃないかとえ軍隊にもチャプレンがいるじゃないかとそういうチャプレンの勉強とかあるいは仏教で言えばビハーラ層っていうそういうものに対するあの視野を広めることが必要じゃないかっていうことを考えるようになりましたそうした時ですねあの世界宗教者平和会議とかあのドイツの方のキリスト教系の教団がですね結構そのお金を塊で 提供してくださいました。で、それを使ってですね、その臨床宗教師まあこれは仮称でしたけど、に、の研究教育を行う寄付講座を大学に作るべきだって話になったんですね。まあこの話も二点三点した結果ですね、最終的に震災翌年の4月から東北大の文学研究科に、え、あの、設置が決まりました。文学部研究科としては初めての寄付講座ということになりました。 まあ、国立大学である、あのー、東北大学がやるんで、宗教的中立、つまり、不教のためにやってるっていうんじゃないということは担保されたのではないかというふうに思います。で、この概要はですね、まあ、私が、まあ、宗教学の教授で、主任教授でしたけれども、これ実践、実際あこの寄付講座の兼任の教授として、えっと、お二人、えっと、 東大の助手してた高橋さんと,、えー、と上地にいらした谷山さんを准教授にお招きして、えー、やりましたが私自身結局自分たちで好き勝手にやるのはまずいので、えー、運営委員会というのを作りましたそれはですね、えー、と先ほどの心の相談室で仲間になった人たちいろんな宗派の人たちもいるわけですけどそういう人たちがいけあの目を届かすような形で運営していくことが重要だというふうに考えて そういうことの運営委員会の下で。 寄付講座の運営ををししていいいくというういうそシステムを取りました、えー、と寄附講座の設立主理、推文をちょっと見ていきますとです、ね、要は被災者の心のケアのために地元の宗教者、医療者、研究者が連携してきた心の相談室が元になっていると、でそれぞれの宗教の立場を超えて連携し、さまざまな信仰を持つ人々の宗教的ニーズに適切に応えることの人材が必要だということを謳っております。まあこれ 言うは簡単でですすがななかなか難しいですよね宗教というのは突き詰めれば価値の問題ですから自分の持ってる信仰を、えー、とはまた別に他者の信仰を、えー、ど,どう理解できるかっていうことですねその辺りの問題が一つ重要になってくるんだと思いますでそこでやってきた話が一つは理論面の研究ですけど日本においてもそういう方向のことチャプレンを 要請することは試みられてきたことは来たんですが、なぜか中途で終わるんですね。ですから、そういうものが日本においてどうしてできないのかっていうような問題をいろいろと考えて聞いて、あの 探っていったところです。それからもう一つ実践としてですね、我々が差し当たって臨床宗教師と呼んでいるものを作っていくときにどうしたらいいのか、宗教的なケア,ケアをどうしたらいいだろうか、超宗派、超宗,的宗教的に対応するにはどうしたらいいだろうかということを、えー 実践する方法、フォーマット作りを考えました。特にですね、そこで重要視したのは、それぞれ地域ごとに伝統的な宗教文化があるわけです。先ほど申し上げたように、えっ、ー、と、先祖を祀るなんていうような時に、たたりなんていうことが出てきたり、巫女へどう関わるかとか、お化けが見えるとか、こういう話は民間の中では当たり前に聞かれるわけですね。こういうことへの対応をするっていうようなことも含めた資座をどう設けるかっていうことがすごく重要でした。それで 具体的な活動としては、一つはですね、東北大の学生院生に対する自由徴工科目としての授業を実施するっていうことが一つ、それからもう一つはですね、宗教者に対して臨床宗教史の研修を実施して、実際に臨床宗教史を作っていこうということが出てきました。さあ、それで臨床宗教史を普及させていくっていうことについてなんですけど、 これはあの臨床宗教師自体をですね、まあ、とりあえず、まあ、インターフェースチャプレンシーっていうふうな形で考えよ呼ぶことにしたんですけど公共的な役割を果たす宗教的ケアの専門家というふうな感じにしております。そ,そ,あれそしてですね、えー、とチャプレンとかビハラダと,そうとさっき申し上げたように似たような名前があるわけで、えー、すでにつ 使い古された名前は嫌だよねということがありましたそこで造語したわけですけどそれが臨床宗教師っていう言葉になりますここへ落ち着くまでにこの史が武士の死だったり家臨床宗教家であったりいろいろと悩んだんですけど最終的にここに落ち着いたという次第ですでここの,あの臨床宗教史がすべき任務というのはですね死っていうことにまつわる心のケアなんですけどそもそもが事故の死を見つめる人についても 対象となりますし、えー、グリーフケアっていうか、近身近に死者が出た人をどう、あのー、支援するかっていうこと、そしてさらにですね、まあ、身近に出た人っていうことも近所になるんですけど医療、医療関係者でそういう仕事にずっとついてる人たち自身のケアに当たる人たち自身の,、まあ、あのケアをする、そういうようなことを目的に考えておりました。 で、臨床宗教師による心のケアって言いますのはですね、まあ大前提はですね、我々こそがその人々の心のケアをやる中心だぞっていうつもりはもうとありません。よくこれ誤解されてるんですけど、そうじゃないんです。心のケアは宗教者だけではないんだよね。お医者さんだとか臨床心理士だとか、その共同する場で、今までここの えー、宗教者の部分が抜けてたでしょ、ここを補填するのが今回の役目なんだよっていう意味です。つまり、臨床宗教史の,あの特質っということであの言いますとですね、早い話、宗教者って死後世界を語れるメッセンジャーなんですよね。これはお医者さんにはできないし、臨床心理師にはできないですよね。どういう意味かっていうと、よく世界宗教って言われてます、仏教、キリスト教、イスラーム。 例えばその世界宗教がなんで世界に広まってますかっていうことを考えていただくと一目瞭然なんですけど、それぞれの教えは全て一言で言えば原石拒否。 とということが根本的な思想にあるわけです。つまりこの世は仮の姿であってこの世では奴隷だけどこの世ではあの背が高いけどこの世では男だけど、まあ、こんなような価値観なんていうのはクソくらいで、えー、と全然あの意味のないことなんだとあの世でこそ救われるんで、えー、ですからその世界宗教が 世界中に広まったっていうのは、現世のそういう価値観の違いがいろいろある我々人間は誰でもあの世に行きゃ同じなんだからねということで、現世は仮の姿。ここにあの共通性があって、世界宗教と、まあ、この言葉がいいかどうかは別として、こういう言葉が広められることができるという根拠になるわけです。 まあ、つまり、その意味で言いますと、医師や臨床心理士とは違う立場から、スピリチュアルな側面から心のケアに参加できるということで、臨床宗教士、これは少なくとも今までの日本においてはなかった、そういう立場になるので、これを推進したいということです。こここでで宗宗教教者じゃななくてん臨床ととと呼ぶかいうことを本当は宗 宗教者ならみんなそうしてもらいたいんだけど今の時点ではですね現場のニーズが多様な宗教宗派があるんで、えー、あの臨床宗教師というその辺の理解がきちっとできた人にやってってもらおうということで考えています。超宗派超宗教的な宗教的ケアが必要だからということなんですが、まあ、ゆくゆくは宗教者は誰でもみんな臨床宗教師の立場だよねっていうふうになってこの言葉がなくなってしまうような世の中がくれば一番いいのかなと個人的に 思っておりますさあそれで臨床宗教師研修がどんな風になされたかっていうと実は公領というこれをすごくうるさく言ってきましたつまり、えー、と臨床宗教師になる人たちはですね個人としての尊厳を尊重するとか差別をしないとかですね自分の信仰を押し付けないとかいろんなことをあの言ってます。ます、あ。 一言で言えばですね、その相手をきちっと尊重するような立場で自分だけがなんか引っ張っていくっていう形じゃなく進めなきゃいけないっていうことを歌ってると考えていただけはよろしいかと思います。で、その研修で何を 目標として研修するかっていうと、経営とスピリチュアルケアの、まあ、ある意味ではテクニカルな能力も,も含めてですね、その向上を考えていますし、えー、そういうことをやっていく上で、えー、他の宗教、異宗教との間、宗教間対話とか宗教協力も、えーのの どう進めるかということを学んでもらうしもっと言えば行政とどういうふうに連携するかといった宗教者以外との連携方法そして幅広い宗教的ケアの提供方法を学ぶというようなことがあの考えられてきましたこれ実は最初に研修やった最初の朝の写真なんですけど、えー、と一応震災が元で始まったことなんで、えー、石巻のです、ね、津波が来たところをみんなで歩いて鎮魂をする というとっから始めました。それぞれの宗派宗教のやり方を持ってやりました。えっ、ー、とこれは仮説の集会所に集まってカフェで文句をやっているところです。えっ、ー、と先ほど申し上げたようにだいたい来ている方は女性なんですね。本当に男性の数はまばらだということ。えー、女性の方はここでいろいろと話ししながらそれをあの必要に応じて宗教者が成長していくというようなことになります。 さあ、これはその研修中の講義ですね。いろんな講義がありますけど、これを皆さんでいろいろやっていくんですが、中にはですね、グループワークでロールプレイとかですね、例えば、あと、あと一月の命だって言われた人と、その人に対する臨床宗教師の会話っていうのを、あの、即興で演じてもらってですね、そこでの会話の成り立ちなどを、こう、みんなで考えながら、えー、どういうふうな、えー 胎児の仕方があるのかっていうようなことを学び合うっていうようなことをしたりします。それから面白いのは日,日常儀礼なんですけど、その日常儀礼はですね、あの、えー、っとあ、あれですね、えー、朝と晩に各宗派の えー、儀礼を行うんですね。それでできれば体験してもらうっていうことをやるんです。これ、ムスリムなんですけど、ムスリムの時も、あの、嫌な人はやんなくていいですよって言ったんですけど、皆やられました。ともかく、どの宗派の時でも皆やられました。やらやることによって、どうしてこういうことをやるかに対する、なんかちょっとしたシンパシーが湧いてきたっていうような感想もあったりします。体験的に異、異宗教のやり方を 体験ししてて理解いいいくととううううよな、そういうことにもつながったんだ、と思います。さあ、それでですね、そうやって始まった、えー、臨床宗教主要生ですけど、東北大で4月12年の4月1日に始まって、2年後に龍谷大学、鶴見大学で始まりました、そしてもう1年後には、主治院と高野山で始まり、そしてさらにその翌年になりますと、上智とですね、武蔵野大学で始まりました。 そしてさらに、えー、と東北大の中ではここまで、えー、と研修という形で年2回やってたものを、えー、と一種の 通信講座的な形、スクーリングを含めた、えー、と通信講座的な形に、履修証明プログラムというのに変えました。それがスタートしたのが2017年ですね。でこの年、愛知学院大学、総当州の大学ですが、ここで始まり、えー、と3州4波、天、え、台、ー、新聞部山、新聞地山、そして浄土州の大正大学でも17年に始まりました。そして18年には、この東北大で臨床 臨床宗教養成講座のさらにブラッシュアップした上の段階として、臨床宗教実践講座がスタートしました。そして、19年の4月からは文学研究科に施生学実践宗教学専攻分野というのが設置され、ここで博士課程まであって、つまり教員の再生産ができるようなシステムが作られるようになりました。これが そ,のそういった加減で全国にあるそのあの拠点となる大学の位置それでそれぞれの地域に排、えー、出された臨床宗教師の集まりができてるという図であります。でまあ、ここでのポイントはです、ね、各大学とも 基本は東北大の養成キャカリキュラムに準拠してっていうふうに言っちゃうことによってですね、例えば龍谷大学は浄土真宗、お西さんなんだけど、お西さんのためにやってんじゃないんだよ。北立大学の東北大と同じようなことをベースにしてやることで、長州派、長宗教が担保されてるんだよっていうことを示してるっていうことになるかと思います。 さあ、それでその後ですね、それだけたくさんのところで出てきたことによって、日本臨床宗教司会が発足するようになりました。これはですね、臨床宗教士の養成期間が増えてくると、履修内容や履修期間が違ったりしてですね、同じ名称を名乗ってるんだけど、内容にちょっと違いが出てきちゃうと困るよねっていうんで、内容平,平準化の必要から作りました。16年に日本臨床宗教司会ができ、17年にそれを一般社団法人にしました。そして18年に 私1年からは認定臨床宗教師という形の,、えー、この日本臨床宗教師会認定の資格を出すようにいたしました。えー、とこれ、最新の,あのものなんですけど、全国にです、ね、日本臨床宗教師会に登録しているのは195名います、えーと。所属する宗教からいうと、9割近くが仏教です。そして男女比でいうと、4人に3人は大体男だということになります。 でそのおどういう身分でやら,やられてるかっていうと住職であったり副住職であったりっていうようなこと,、えー、とそれから、えー、と奥さんであったり、まあ、大盛りとか自転婦人なんていうものですね、まあ、いろんなところあるんですけど結構そのお寺の中心にいらっしゃるような人たちが あの結構人数を占めてるということがわかります。そしてですね、あのどこで取ったのが多いかっていうと、そのうちの6割近くは東北大で取って、まあ、つまり一番先行事例ですから早い。 時からやってるんで一番多いんですけど、いろんなところで作られて養成されています。まあだから来年度になれば200名は超えることになると思います。でどういうところで勤務してるかっていうとですね、ホスピスだとかですね、大学病院の緩和ケアだとかですね、えっ、ー、と特別養護老人ホームとかいろんなところにいて、これ各県ごとに人数をやってるんですがあの。 まだ1人もいない県が若干ありますけど、かなりのところでですね、あの人数が分散していることが分かります。えー、とこういったようなことがですね、えーと と,とりわけその有給でも雇われるようになってるっていうことは大変ありがたいことで我々が要請した臨床宗教師がですね一つの職業として、えー、と高,度高度専門職業人として認められるということがになることを大変ありがたく思ってますそういうことによって社会実装ということが可能になるというふうに考えております、まあ、そうしたことに対する反応はですねマスコミなどが 非常に多くやっていてですね NHK とかですね BS 富時とかですねいろんなところであのー、取り上げられておりますし新聞はですね折に触れてやってくださっています東北大の臨床宗教師とか宗派を超えてとかこういうことでマスコミなども歓迎してくださっていますえっ、ー、とこれはちょうど私が留国大学に授業をそのための授業に行った日の朝の新聞で15年なんですけど一面にですね自殺 自殺対策に京都府が臨床宗教師を雇うっていうのが出たんですね。びっくりしましたけど、こういうこともあります。さらにはですね、ご存知のように熊本地震があった朝日新聞の5月9日の夕刊トップです。トップがこれなんですね。臨床宗教師各地から。もう結局、この当時、も臨床宗教師がだいぶあの出てましたので、その人たちを、えー、がすぐに。 熊本に飛んだって話ですこここで臨床宗教史の説明も出ていますこういう説明は実は日本における現代用語の基礎知識って、まあ、トレンディーな言葉が取り上げられる本ですけど、2016年の現代用語の基礎知識から取り上げられるようになって、こういうような記述がなされるようになってまあ、ある意味、えーと、社会の中に臨床宗教史って言葉が 定着してきたって言っていいんじゃないかと思います。さあ、そういったことをですね。登場してきたことを日本宗教史上でどんな風に位置づけたらいいんだろうかっていうことなんですね。えっ、ー、と、先ほど申し上げたように、日本の多くの寺はですね。ホームの関係であの？ まあ、運営されることが多かったんですね。まあ、もちろん、祈祷寺院もあるんですけど、供養寺、エコー寺と言われるようなものが多い。その理由は何かっていうとですね、実はもう17世紀の初めの方に遡るわけです。えっ、ー、と、実は金教令っていう、まあ、キリスト教禁止令。江戸幕府はキリを入れたく、キリスト教を入れたくなかったのでですね、えー、そうではない。まあ、だからか、 被教者、キリスト教を辞めた人の証明書として、寺受け証文を寺お寺に書かせたんですね。で、その非キリシタンの証となるものを出すということが、その後、あの、一応、衆文人別改め帳っていう形に展開するようになって、 この寺受け証文というのをお寺がその証明書を出すというシステムが作られる。もう少し言えば自分の寺の檀家だからこの人はキリシタンじゃないよっていう形の展開を取るような話になってきたわけですね。まあある意味このことによって日本の住民は皆仏教徒になっちゃったわけですね。もう仏教徒だと。えー、つまりこう江戸幕府が日本のに住んでいる人々を支配するときのえあの その幕藩体制維持の柱にですね仏教を使ったっていうことです。 でそさらに言えばです、ね、お寺に関しても本末制度というのがありまして、幕府が仏教教団を統制するために作った制度で、本寺末寺という関係ですね、本家、分家というイメージでいいと思うんですけど、寺院の宗派をもう固定しちゃって、自分のお寺の本家はここだ、本寺なんだ、自分のお寺の分家、末寺はここなんだというのを固定化しちゃったんですね、そして1631年以降、新しくお寺建てることを禁止するような形。こ、まあ、このことによって 自分のあよその寺から檀家を取ってきて自分の檀家にするなんていうことができないようなシステムを作ったわけです。ですからこの後にできるお寺っていうのはある意味ではえ祈祷寺院という。 こういういい制度から外れたた形でで、えー、<laughs> 営んでいく寺院になりましたつ,、まあ、つまり、示談制度って家単位、家が単位になって一つの寺に対して取り結ばれる、ある程度それがだずっと続いていくことが期待される関係ということになるわけです。まあ、ある意味、こんなことですね、近世の示談制度っていうのは、寺院を使ったエドバックスの統治システムでですね、日本中の家が,家々があるわけですけど、その人々は家に所属する、まあ、この家っていうのが檀家になり、 その団家はですね、実はお寺と結びつくんですけど、地域にあるお寺、旦那寺と結びつく、ここで結びつくわけですね。で、実はこの、えっ、ー、と、家は寺に所属して、団家制度になるわけです。そしてさらにですね、この松寺は本寺との間に、これが、あの、えー、本末、 制制度といいううう形形でででで本末をこ支配体制ができるわけですそれで江戸幕府は実はこの本地をぐっと首根っこを押さえちゃうとあとは全部あの人々のところまで支配体制が、えー、及ぶというこういう非常に宗教を利用した面白いシステムを作った。 これが現代の日本にもまだまだ影響しているということがあるわけです。ま示談制度によってですね。今申し上げたように、多くの寺は供養寺となって、旦那寺段階の恒常的関係ができることで。あの。 葬式仏教じゃないかっていう、まあ、それで近世の仏教は面白みがないとか、そういう話も出てきたんですけど、それは、まあ、この旦家旦那寺の関係だからですね、まあ、家単位の信仰。それで外れた新時、混流、禁止令以降に誕生した場合は、祈祷寺ですね、ご祈祷する寺になってたっていうことになります。 さらに言えばですね、実はここに私自身思うのは僧侶の再退ということが問題になったと思うんですね。これは近代以降なんですけど、神,神仏分離令出て以降,で以降ですね、神道と仏教を分離しようっていうことで、廃仏希釈運動を、まあ、時の政府はしていったのはですね、ある意味では仏教の力を損むようなことを考えていて、仏教の弱体化を 目指すところからですね、この1872年に僧侶がですね、それまでは肉食再退はしない、実は浄土真宗は競技場再退は良かったんですけど、これ以外の宗派は肉食再退はダメだってなってたのを、大乗官布告によってですね、これはあの勝手なことだ、これは許すということになっちゃったわけです。これ以降、だから寺院はもうほぼ世襲制になったわけですね。 親が住職なら息子がその下で住職になる。今のスタイルができたのはこの19世紀の半ば以降の、この明治以降の流れによってこういうことが出てきた。つまり時短関係っていうのは旦那寺の家と旦家の家の関係、家と家の 関係になってきちゃった。これが近代以降の日本の流れだということになるわけです。だから宗教者の多くは、まあ、供養寺の僧侶、あの、人字の方が少ないですからね。だから、ホームの関係の中で仕事に従事してきたっていうのが当たり前の姿で、それがいわゆる葬式仏教という。それで、今まではそういう中で育ってきますと、アウェイの人々、旦那、旦過とは違う人々と宗教的なことで出会うっていうのは、ほぼなかったと言ってもいいんじゃないかと思うわけです。 これがやっぱりちょっと、あのー、地下に置いてこう揺れ動いてた。 問題点だったと思うんですけど、えっ、ー、と、それがですね、まあ、阪神淡路大震災の時、宗教者への批判も出てきたんですね。つまり、この時は有名な話ですけど、あの、心のケアっていうことが、えー、重要だっていうことが確認された年でありますし、この年はボランティア元年ということで、いっぱい、あの、いろんな人がボランティアに行くようになって、以降、あの大震災などあると、こういう形になってったわけですけど、えっ、ー、と、各教団や宗教者がボランティアを行うってう、 してたんだけども。 山折哲夫先生がですね、宗教者としての特質が見えずって言って、あの、非常におあの大きな批判をされたんですね。なぜならこの時、オウム真理教事件がこの時だったんですね。で、宗教は怪しいっていう風潮が社会にあってですね、宗教者が何々教ですって言って話ができなかったというわけです。簡単にちょっとお見せすると山折哲夫先生はですね、被災地に宗教者は立っていないという印象しかなかった。主役を演じてたのはボランティアであったりカウンセラーだけど、 宗教者はいなかったっていうんですね。自分たちの宗教活動をむ,むしろボランティアとしてしか行ってたなかった。まあ、ある意味じゃあこれ、えー、オウム真理教事件があったから下手に動かね動けなかったっていう話だったと理解してあげることが必要かなと思います。でそれがですね東日本大震災になりますと臨床宗教師などが心のケア 臨床心理士などがまあ心のケアということもやりましたし、先ほどお話したように各教団、各宗派も活発にやるようになった。 こういうことが、あの、これ最初に出した話ですけど、やられるようになってきたわけですけど、これ、ちょうど3回期を前に東北大でパネルディスカッションをやりました。ここに実は山折哲夫先生がいらっしゃいます。東日本大震災と宗教者、宗教学者。早い話ですね。この時、山折先生に今回の宗教者もやっぱり姿が見えないのか。 どう思われるんだってことを僕自身伺いたくてですね、ぜひ二度、あの、お出ましいただいたところですが、この時何て言われたかっていうと、3.11後には無常、地獄といった宗教的言語がメディアに取り上げられ、世論においても語られるようになる、そこにかすかな希望の日、なん早い話、世俗的な社会が進みすぎてるんだろうっていうようなところも前言われてたんだけど、阪神・淡路から3.11にかけての時間の落差のようなものは、 一挙に乗り換えられてきたかなと不安を持ちながらも感じているっておっしゃっていただけました。まあ、そういう意味で言うと、山森先生の批判がだいぶ少し補正されてきたかなっていうところが見えてきたということです。さて、ちょっと時間がないのでまとめたいと思います。まあ、臨床宗教史誕生の経緯は震災が勃発して大量死が出たと。大量死が出たその死者を、死者の対する弔いができないところで宗教者が勝手に自発的ボランティア活動をやったんだけど、 効果を実験、実感して、宗教だからできる活動をやっていこうということで、宗教的ケアのやり方を模索し、それが寄付講座の設置につながり、他大学でも作られることによって、えー、日本臨床宗教司会も設置されるようになったというわけですね。で、まあ結局、公的、私的な施設での臨床宗教士が採用されるようになってきたというところまで来たのではないかと思います。えー、っと、 で、だからそこで重要なことは宗教だからこそできるケアっていうのは、とりわけ死をめぐる諸問題に対しては言えるわけで。あらえー、っと。 これはホームの人のみならずアウェイの人へのケアっていうことも考えていく必要が出てきて、結局今問題となったのは段下制度を超えた活動がどうできるか。つまり家単位の特定人員との間の契約的関係をどう乗り越えることができるかっていうことを考えなきゃいけないということになるんだと思います。ところが折しもですね、私がよく言う言葉なんですけど、家なき時代がやってきているわけです。つまりあの段下制度っていうのはお寺という家、 檀家と,、えー、という家、家同士の関係だって言いましたけど、そもそも家なき時代が今来てるじゃない。 戦後の民法から家が消滅して制度としての家はなくなり、えー、戦後76年経過して家意識が気迫化して意識としての家っていうものもあの薄れてしまっている。その証拠に墓じまいなんていうことが起こってくるというのは、旧来の先祖祭祀は子孫が先祖を祀るという家という流れの中で営まれてきた行為なんですけど、これ自体が崩れてしまう。そういう家なき時代にあって、 そこでどうしたらいいんだろうかっていうのが問題になるんだというふうに思うわけですまあ、でそういうところで考えますと臨床宗教師の誕生というのは震災という非常時だからこそ顕在化したんですね多分家制度が変わってきた家意識が薄くなってきたそういうものは潜在的にあったんだけど今回の東日本大震災によってそのあたりが 非常時に急にに急目の前に現れてきたつまり日本における家の新しい時代へ向けた展開が見えてきちゃったんだ。家なき時代が浸透つつしつつある時代にですね、結局、寺院の活動も家だけにあの縛られていたらちょっとまずいんだ。家から脱却する道、つまりホームだけじゃなくてアウェイの感じも関係も見ていかなきゃいけないだろうということが考えられるようになったということです、まあ。つまりそういう意味で言うとですね、 臨床宗教師は人間の復興をも見据えた形の創造的復興の実践だというふうな評価ができるんじゃないかと思いますその意味で東日本大震災は転換点であったと総括できるんじゃないかと思っておりますまあ、参考文献としてこんなことを挙げております、えー、以上でお話を終わらせていただきますありがとうございました非常な話をありがとうございました はいえー、とじゃあ、質問、意見がある方、いらっしゃいますか。本本、はい、本さささんんんどうぞでででですすすす声大大丈丈夫夫か9年前もも鈴木のの話を本当に、えー、と考えさせられたんですいや今日のも 感心ししてきましたあの2つはですね、あのー、震災直後にそれこそ自然発生的に心の相談室が立ち上げられて斎場などで,でこれがまあ臨床心理士の一種のルーツになるわけですねその時の自然発生的とはいえ心の相談室っていうネーミングはどなたかが人為的につけたんでしょうかそれとも それこそなん,なんとなしの雰囲気なのかいや心でなくてもそういうもっと直接的な言葉があったのかもしれない、まあ、心っていう言葉が選ばれたもし背景があればあの教えてくださいそれからもう一つ、えっと、臨床宗教史っていういやーあのいいすごいネーミングで頑張ってるなって私も応援してたんですけどいやそれがあの立ち上げの時にはあの鈴木さんの頭んだけ インターフェイスチャプレンっていうあのえっと異なる信仰の持ってる人の間で働くチャプレンっていう英語を考えてらしてそれに対応する訳語とし、まあ日本語として臨床宗教師になったっていうんですけどそのインターフェイスっていういやこのニュアンスをやっぱり 臨床っていう言葉は救いきれてないと思うのでなんかもうちょい苦数がなまあでももうこの臨床宗教史は定着しちゃったから今更戻れないんですけれどもそのね一宗教の人たちとの間に立つそれこそ相談宗教ケアっていうような多元性を本当、はい 入れたらよかったのに、これはまあ、単なる、あの、後知恵ですけれども、その二つちょっと、お答えいただければと思います。とはい、あの、かほ先生、ありがとうございます。えっと、ま、まず、その、自然発生的に出た時に、なんで心の相談室になったかって言いますとですね。<っ>それは、あの、はっきりしたことはわかりません。多分ですね。そこに集まってきたのは、えっと、まず仏教者、えっと、誰が一番最初かっていうと、お坊さんだったようですね。<ー>お坊さんが、ともかく、あの、お弔いもせず葬式も出さずに、焼いちゃうってまずいじゃないかと。だから、自分で。 役に立つなら、行きたいって言ってて言お坊さんが行き、そのお坊さんの話なんかが、今度はあの、えー、とプロテスタントの教団の人なんかにもつな伝わって、ですねそういうところから徐々にこう神道の人とかも入るような、そういう形になってきました。で、その中で、ですね心の相談室って言い方をしたのは、ですねおそらくプロテスタントの牧師さんじゃないかなと思うんですけれども、こういう時にどなたかが行って、それでスタートすると、それを元に戻すとかですね、それはできないので、つまり、 もっと言うと申請、5月になってからも心の相談室って呼んでたのは、前、心の相談室って呼んでたからねっていう、そういう理解なんですね、あのもし名前を変えると、その理由はなんだとかですね、まあ、非常に面倒な話出てきちゃうんで、誰かが言い出して、それで定着してるからっていう、その程度のものとお考えいただいてよろしいかと思います、はいそれからインターフェース着練の話ですけど、実はえっとさっき、英語がこうでって言ったのは、 あれは後からついた方です。臨床宗教式の言葉が最初なんです。臨床宗教式って日本語で考えていくことがずっとスタートしてて、それを英訳しないとまずいじゃないだろうかということで、はは後になってですね、あのそのアメリカの用語法とかですね、なんかそういうようなのをいろいろと検討した結果、インターフェースチャプレンが当たるんじゃないかという理解に至った次第です。はい、ではそそそののの場合の臨床っていうのはそれこそ 臨床心理とか、あの、<っ>あの、瀬尾さん、鷲田さんたちが始めた臨床哲学とか。えっと、えって、とえっと、いう、あの、いわゆる、そういう苦しみとか、の、現場に立ち会うっていう。スタンスを、さす、意味で臨床を選ばれたっていう。はい。はい。そう、そういうことになります。あの、まさに現場、ということですね。うん、はい。はい、わかりました。はい。はい、じゃ、先生、どうぞ。 えっと、鈴木先生、ご無沙汰してます。こんにちは。え、大変、あの、興味深いお話ありがとうございました。えっと、僕は、あの、震災から鈴木先生とは、あの、大学で隣の研究室で、あの、この鈴木先生の、活躍を間近で拝見してきましたんで、今日の、あの、ご発表を大変、あの、身近に感じて、また、あの、何でしたっけ、あの。 認定臨床心理士ですかそういう資格までできたっていうことをあの考えを持ってあの今日お話を伺ってましたで一つだけちょっとあの意地悪な質問になるかもしれないんですけれどもあのさっき鈴木先生言われたように宗教ってや、ね、はやはりあのそれぞれの人の価値観っていうか価値の問題が密接に関わってますね。そうすするるととややもするとあの 押し付けがましさを感じさせるような点がどうしても出てくるところがあるんではないかと思うんですだからその距離の取り方っていうか相談に来る方との距離の取り方が非常に難しいところがあるんではないかと思うんですが震災の初期の段階であの えと仮設住宅とか避難所で、これはもちろんあの例外的なんでしょうけど、うん、心のケア、お断りっていうふうな張り紙が出されたところがあるって聞いたことがあるんですけれども、はい、その辺のなんてうか、距離の取り方の,あの難しさをどういうふうに克服,克服なさってきたのか、その点、ちょっとお話しいただければと思います。はい ありがとうございます。あの、先ほど申し上げたように、宗教って突き詰めれば価値の問題ですよね。で、あの、ある意味じゃ自分の持ってる宗教っていうのは自己のアイデンティティの根拠にもなってるんで、それとは違う人とどう対峙したとき、 他者をどこまで分かり合えるかってすごく大きな問題だと思います。ですからこういう話をですね、かつて日蓮集で話をしたときにですね、私は日蓮の教えを持って生きてきましたと。その私に日蓮の教えを捨てろと言うんですかっていう質問があったくらいなんですね。で、その時私をお答えしたのはこういうことなんです。あの、それぞれ 価値観があるということは、宗教ごとのその教えというものが、教義というのがあるわけですけれども、その教義っていうのは絶対的なんだろうかっていうことなんですね。つまり、あの、えっ、ー、と、お釈迦さんの言葉でも、大病予約っていうような言葉があるわけですね。病に応じて薬をあげるとか、えー、例えばそういうことでいうと、お釈迦さん自身も弟子に対して、 競技を解くんだけど、その競技を解くときに相手を見て、あの、随気説法とか大気説法って言ったりもします。相手の器に合わせた形で説明をするっていうことをやったわけですね。だから、あの、マクロに見れば、あの、お釈迦さんの教えは一つでしかないと思うんですけど、すっごくミクロに見てったら、A さんに あの、話した時の、えっと、お釈迦さんの言い方と B さんに話した時の言い方には多少のズレがあるわけですよね。そうなると A さんと B さんは全く同じことを理解してるかどうかはわかんない。非常にミクロに見ればですね。つまりそういうふうに考えると、私自身は、あの、教え、教義っていうのは絶対じゃないと。あの、点じゃないというふうな理解をしてまして、幅のあるものだと。 その幅があるので人それぞれその幅の許容範囲内の中で一つの教団としての教えを皆信奉しているとただそれがどうしても我慢できない場合が出てくるわけですねそうするとどうなるか分派するわけです。 つまり、そんな宗教についていけない、自分は新しい宗教にするということで分配していくわけですね。まあ、そのように考えていくと、距離の取り方を考えたとき、ね、もちろん喧嘩腰でやるって話じゃなくて、ですね自分の理解の中にも幅があるように、その幅をできるだけ広げて、相手の幅の中にこう寄り添っていくということを心がけると。 そういうことしかありえない、全く同じになるってありえないんですから、その重複している部分を少しでも広げるために、あの相手へ対するこの、えー、幅を広げていくという、その訓練をするのがある部分では、この臨床宗教史の,あのトレーニングかなというふうにも思っております。あの答えになっているかかかかどううかかりりりままませんがが大変ししたたありがとうございました 現代でもあの人を見て法を解けとか、あるいは嘘も方便というのは現代でも生きてるということになりますね。はい。ありがとうございましたすま。質問があるんですが。はい。キャロルさん、いいですかはい、どうぞ。はい、うぞ竹内ですが、いいですかお願いします。 えっと、あの、臨床宗教師の、その、創設から、まあ、こういう具体的な展開まで、あの、本当に <laughs>、この間。 大変だったと思いますが、こういうふうにあの現まあ、現実として定着したこと、本当にあの敬意を持って面白くお話を伺いました。で、ちょっとあのご質問があるんですが、あのその心のケアというのは当然それはま生きている人の心のスピリチュアルケアのことだろうと思うんですが、その前にそのまあ、ケアという言い方はできないでしょうけれども、亡くなっていた人たちへのある思いみたいなものが まあ当然そのあるわけでそういうその死者への思いみたいなものはあの臨床宗教師の方はどういうふうにされているのかあという問題ともう一つはこれも面白いんですがあの集まってくる方があの女性が多いという、まあ、社会性という言い方をされましたけど、まあ、社会性というのはこの世のまさにこのつながりでありまして、えー、あるいはやっぱり 何か男と女にそういうそのこの臨床宗,宗教史から見て、えー、やっぱりほん何か基本の大きな問題が違いがあるように思うんですが私には分かりません先生はどういうふうにお考えになられますか、はい、あのまず一つ目のご質問ですけど亡くなった人へのケアっていうのは先ほどあのお見せしたあの 身元不明者の遺骨に対して、あのをやっておりましたよね例えばああいうような形でですね亡くなった人の慰霊ということもあの、えーと、今はもうやってませんけど、えー、何年かな、かなり長い間やっておりました、毎月1回、誰か必ず行ってそで、ええ、それは続いていました。ケアう言葉使うんですか <laughs> それはケアと言われるとちょっとょあの、えー。なんか先近、最とそこが重なっているような気がして、まあ、ケアと言葉の覆う範囲がどうなのかなというちょっと気になりました。はい、わかりました。それから女性の問題ですね。 あの私自身のことなんか考えてもそうだけどあの、女性の方が間口広いですよね、社会性がありますよね、あ<ー>あのこれは一般論として言えると思うんですけどあの、おばちゃんたちの話聞いてると、ですねもうなんか、パッと入っていけるんですねその、男はなんか変に身,身構えちゃうかなんかよく分かりませんけどね、あのこれは多分どうなんでしょう。 えーと特に都会で生活して、えー、役職の高いのについているような人たちは、ですねプライドがあって、ですね <laughs> あの本所そこらの人と対等に話聞かんぞみたいな方もいらっしゃるんですよね。まあ、だから、その,その辺多分ぶんね、あのねそれぞれの性格っていうのが一つあるとは思いますが、はいはい、それよりも社会的に作られた男の。 地位というか男の立場、まあ、それは、はい、えと今の日本の都会なんかに住んでる人の立場っていうのはかなりあのおばちゃんとは違う <laughs> あのものがあるんじゃないかなと思ってますあの。そういうふうに素直になれたら幸せだと僕は思うんですけどね。わかりました。いや、その辺本当に何か大きな問題に潜んでいるような気がします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ時間になりますので、えっと、今日、あの、 今日はありがとうございました。鈴木先生、ありがとうございました。はい